アッス54回目です。お願いします。お願いします。ウェボンさん、はい、そうなんですよ。何が何が。 iPhone7 プラスなんですよ。あ、変えたんですか。そうなんですよ。お気づきの通り。あ、すいません。はい、あ、気づいてました。あ、なんか違うなみたいな。何使ってあります。私はあのシャープのやつです。アンドロイドですか。あ、そうです、そうです。はい。ほんで iPhone ユーザーとして、はい、なんかやっぱ一応新しいの出たら、はい、どうすんねんと。で、はい、なんかね、細かいんですよね。だから僕もともと5使ってたんですよ。ほうほう。5の後って 5S って機種があって、はい、で 6プラスって大きいやつね。あ、はいはいはい。で 6S、 6S プラス、はい、でそんなにあったんですね。そうなんですよ。で SE って言って、はい、6と同じ性能なんですけど、6が大きなりすぎたっていう声が多かったんで、はい、5と同じサイズ感で、ただ機能はいいですよっていうのが出てたんですよ。はい、で、おそらく、うん、まあそのサイズ感で出るのが最後だろうっていうことで、うん、だから SE に食いついた人も結構多かったんですよ。はい、で、その後出たのがこの今の7 で、はい、で、どうしよう思って、で、僕もともと5やから、はい、なんかね、2個ぐらい開けるっていうのが、あ、なんか、なんとなくあるんですよ。だいぶ違う。だいぶ変わってくるんで。いますよね。でも 6S 出たぐらいでもうボロボロやったんですけど、はい、5。もうちょっと待ってたら多分次出るしな、で、うんうん。で、7変えようかな、思って。どうする言ってたら、周りは 6S か6の人がほとんどなんで、はい、7S 待つって人多いんですよ。へぇー。いつそのね、気にないじゃないですか。そうですね。これって。もうええわ、思って。うん、で、7買うて。はい。周りから、7やん。7プラスやん。すげえってなるんですけど。おー、はい。何が違おうまだ言えなくて。あ、そうなんですか、実際使ってみて。ここがちゃうぜって言いたいんですけど。うんうんうん、はい、まあ、カメラが綺麗になったとか、いろいろ細かいとこあるんですけど。はい、そんなに変わるんですか。すごい綺麗になったんですか。すごい綺麗になりましたね。解像度が上がって、はい、Mac のレティーナディスプレイって言って、ほうほう、パソコンとかにも導入されてる、すごい解像度の高い綺麗な、まあ言うたらガラスというか、はい、を使ってるんですよ、携帯で。だからまあもちろん見る分にもいいですし、うん、7プラスになるとカメラが、2機搭載されてるんですよ。普通だったら1個なんですけど、はいはい、だ望遠とかに強かったりとか、へー、なんかそうなんや。そうですよ。っていう大枠しかまだちょっと。使ってる上でこれ便利やでが言えないですよね。なるほどね。まあ、汚いね。なんかもう赤いんか青いんかわからんアンドロイド使ってるよりはマシですけどね。プリマダンナの今夜も突がないと。どうもプリマダンナ河野です。プリマダンナ野村です。アシスタントの上原えりです。そうなんですよ。変えてね、セブンプラス、セブンか、セブン、セブンプラス大きいね。セブンプラス大きい方で、ね、今スタッフさんからご指摘があったんですけど、はい、イヤホンジャックが廃止になったと。なんで廃止になったんですか。いや、ね、イヤホンジャックでイヤホンさすとこでしょ。そう、廃止になったらどうすんの、うん、不便ちゃうみたいなもんね、うん、はい、言われるんですけど、防水機能が新たに、うん、あの iPhone って、うん、もう水没は当たり前というか、はい、あ、そんな水没は当たり前だ。もうね、そこが無防備じゃない。どれぐらいのレベルよ。いや、もう今アンドロイドとかやったら防水ね、歌ってるのも結構増えてて、ありますよね、がやったんですけど、 iPhone はもういっぺん水落としたらはいおしまいっていうのが結構弱いね。もう iPhone ユーザーとしては、だから雨すごい日とかに、はい、傘忘れました、まあ、極端なんでしょ、もう行ったれで、ちょっともうね、息しばー走ってびっちゃびちゃになりました。で、具合悪なる人もいるわけですよ、携帯で。結構そんなレベルで服の中入れてたとしても、でも言うて繊細やから。だからそのね、ライトニング端子って言って、5からかな、うん、導入された細いうんうんうん、充電のね、はあはあ、差し込み口はそのままで、うん、イヤホンジャックが配置されて、その代わり防水と防塵、あ、だからイヤホンジャックのとこから言うと水が入る可能性があるから。そうそうそう、っていうことか。 なんで充電のところは防げてんの、うん、不思議ですよね。このね、素人感覚なんですけど、他にもいろいろ穴開いてるのに。そうなんですよ、うん、まあらしくて、だから30分ぐらいは極端な話、水にポンとつけてても大丈夫だそうで。じゃあちょっとつけてみましょうよ。なんでそうなのかな。なんでそうなのかな。いや、そんなプラスセブンの性能同じ、うん、実験させてや。12万するんですよ。本体代。いや、もちろん分割ですけど。はい、もちろん分割ですけど。12万。
いやそれでもすごいな、防水が言うと高まったやな、うん、はい、そうそうそう、うん、でもイヤホンジャックなくなったら、いやでこれがどうなんのっていうので、うん、僕はまだやってないんですけど、うん、なんかいわゆる Bluetooth っていうんですか、はい、あの飛ばして繋げんでも、はい、飛ばしてやるやつか、うん、ね、ライトニング端子を挿して、うん、変換してイヤホンさせるようにするっていう、ちょっとややこしい、あの iPhone がその4までって充電器めっちゃ大きかったんですよ、はい、でそれが5になりました7になりました、うん、だから差し込み口にその4のやつ挿して、はいはい、そっから変換させて5挿すってやつ出たんですよ一時、まあ、今ねドンキとか言って多分あるんですけど、うん、まあ、そんな感じのようなことでコネクターが出ると、うんうん、まあ、それもあった方がいいから、だから今普通にパソコンとかもちろんイヤホンジャック使ってるんで、ね、はい、イヤホンも普通のやつなんですよ、うん、これをいちいちね、なんかそれ用の買うのもちょっとアホらしいなと、まあ、一応ビッグカメラ見に行ったりもしたんですけど、高いんじゃん Bluetooth 対応してるイヤホンって、いやーすんねやろな、ちょっと打ってなったから、もうコーナー入った瞬間なんか高い値札がババッって見えたから、もうええもうええってなって、へえ、そうそうそう、だ変換のやつ買えば今まで通り使えねえな、うん、それでもそんな高くなくないやろな、まあまあまあ、いや、ほんで、うん、まあ、やっぱ偉いもんで、すごいこう気を使うように、だ前の5なんかはもう何回も落として何回も割れて繰り返してたんで、もう最後もう7買える前提で割れたもん直してなかったんですよ、うんうん、なるほど、ほんでもう、うん、修理持っていくたびにね、うん、もうお店の修理屋のお兄ちゃんも変わんないんで、はい、いや何回落とすねんこいつみたいな顔してるんですよいやあのですからっていうね、うんうん、ですから前もケースをつけていただいた方がいつも言われるんだけど、前も言うたでしょ感が、そう、僕ケースつけるのがものすごく嫌いで、もうなんかその趣味出るし、なんかね選ぶじゃないですか、いやもうまあほらしいし、その僕も長いこと iPhone ずっと使ってきてるんで、あの5ぐらいまではデザイン性が好きみたいなのもあったんですね、 iPhone っていう、だからもうこれケースはもうちゃうやろってなってたんですけど、もうなんかやっぱセブンのその本体代12万とか、うん、もうせっかく新しいしてええやつ買うたしっていう手前、うん、もうケースもものすごいそのね、うん、頑丈なやつ買うて、そうやな、つけてるな今ついてますよね今ね、で保護シールみたいなんじゃなくて強化ガラス、はい、あるな iPhone の人使ってるのね、そうの中でもなんか強いと誉れ高いなんかゴリラガラスっていうね、何それ、強そうやな、なんかあるんですって、今ビッグカメラの店員さんに勧められてこれやってきますよ言うて、タッチパネル支障ないんですね、タッチパネルはそうなんですよ、ちゃんと反応して、はい、でも落としてもだから割れにくいんでしょ、あ、美女が、何これ、美女が綺麗でしょ、誰ですかこれ、はい、これディタ・ボンティースです、ディタ・ボンティースと言いますと、あのマリリン・マンソンの前の奥さんです、うん、あ、へえ。なんでその待ち受け画面してんの、うん、めっちゃ綺麗やから、綺麗、下着姿のな、いや昔の人かなと思ってしまった、そうなんですよ、うん、ね、レトロな、でその1950年代のバーレスクダンスって言ってちょっとキャバレーみたいな下着着て、ね、その派手に踊るようなのがアメリカでは廃れてたんですよね、はい、ストリップとか未だにあるんですけど、それを復活させた立役者って言われてる、すごい人、ね、まあ、こういうセクシーなダンスを踊る、もうこれ見るために頑張ろうって売れよ目標にしてるわけね、そうそうそう、いつか会えたらなって、ね、いやでもなんかおしゃれ待ち受け、じゃあそれ落としても今割れへんってことちゃうやんか、いろいろ落としても割れへんけど水につけてね、うん、落として一回、こんなん言うとお前もなんかその機能は何ぼかあるやろ、あるよ一応アンドロイドのね、僕は携帯使ってますけど、どうなんすか、はい、例えば強さなのか防水なのかなんかいやそれはいやセブンに比べたらまた劣るかも、いやセブンに比べたら劣るかも分からんけど、何かしこう、いや一応はそう生活防水みたいなのついてんちゃう、うん、ぬらそうや、なんでやねんなだから生活防水レベルで30分水につけたらあかんよ、多分湿ってるタオルでくるましてやん結構きそうですねそれ、いやいやわ地味に、いやいやな、ちょっとずつ動き鈍なってきたりしたら怖いわ、でもカバーは、うん、その俺はその透明のつけてる部分よ、うん、あそれ透明なんですか、全く透明の全く透明でそんな色になってんねんもう、うん、え、どういうこと、どういうこと、飴色やん、あそうそうそう、ごめんこれはもうだいぶもう使ってるからちょっとね、もともと、いやもう大本当だよちょっと今ね、ちょっと茶色いんですけど、もう日焼けやらなんやらでね、まあ汚れとかで多分色変わっていってるんやろな、これはもともと透明、いやだから俺そういうのも調べて、うん、はい、その携帯とか日常使うものにはなんかね、そう風水って昔からその知恵があるじゃないですか、はい、だかそういうのもあるんちゃうかなと思って、うんうん、調べたらやっぱ案の定あって、携帯にも、僕過去にこのラジオでお話しさせてもらったことあるんですけど、うん、僕本当に
あのダメな人で、はい、まあ、それはいつか僕が10年以内に出す多分僕の自叙伝で全てが分かると思うんですけど、まあ、あの詳しくは話せないんですけど、まあ、僕、皆さんが普通にできる当たり前のことがなかなかできませんで、うん、でも何をやっても僕ってダメだなと思ってたんですよ、うん、で風水の方を紐解いていくに、うん、風水上これやったらダメですよっていうことを全部やってたんですね、うんうん、でこれやもうその逆逆で、はい、悪い運気をずっと言ったらそう、うん、だから、パソコンとか、はい、ああいう電子機器も運気上げようと、はい、その例えばもうクリエイターさんとかっていう人はシルバーを選んでください、自分の才能を開花させる色です、電子機器にはシルバーを用いてください、黒は絶対に避けてくださいね、僕、はい、iPhone もパソコンも真っ黒なんですよ、よくないねとかね、風水的には例えばそんなのがあって、はい、ほんで僕はそれを見る前にそれこそ iPhone7 買い替えようと、うん、ほんならねまた憎いね新色が出たんですよ、でそれがジェットブラックっていう艶のある黒なんですよ、で僕はこれまで iPhone 裸で持ってましたから、はい、ジェットブラックなんてもう欲しいってしゃあないわけですよ、見せたいしな、ツヤ感のある黒で、うん、裸でもっても格好がつくし、ジェットブラックかなぐらいに思って、でセブンプラスジェットブラックで、うん、で予約行くときにどの色しましょう言って、うん、で考えてるんですけど、ちょっと待ってくださいねってなんとなくふっとよぎって、はい、その場でまだねボロボロの iPhone5 触って、うん、風水携帯みたいなの調べて、うん、シルバーって出て、うん、あっと思って、やっぱそうなんや、でちなみにそのどれぐらいで入りますか、うん、そうですね、ジェットブラックって新色は大変人気でございまして、うん、おそらく2ヶ月以上は待っていただくかな、うわぁ2ヶ月も待つんわな、うん、他の色味はどうなんですか、あ、うん、まだ早いと思います、うん、来月の頭ぐらいにはって9月に言われ中頃ぐらいかな、うん、言われて、あ、それともシルバーや、これはもうおぼし飯やと思って、うん、じゃあシルバーで言ったらほんまにちょっと気持ち早く届いて、はい、で、携帯のケースも風水、スマホケース、ケースまで、で調べたらなんか仕事運とかね、うわー出るんですよ、恋愛運も、恋愛運はもう別にええわいや見ろよ一応エッチ運、エッチ運、そんなんあんの、うん、スマホケースで、そうなんです、大きい花柄がいいそうなんですけどエッチ運がエッチ運が向上した先には何が待ってるのか、そのね、これ難しいじゃないですか、はい、うん、気持ちよくなるのか、だいい人と出会える確率が増えるってこと、でもそのええ人と出会える確率は恋愛運であってエッチ運ではないやん、感度が上がるんかとかいや遊べるってことなのかな、いやまあエッチ運はいらんなと思って、でも仕事を見ていろいろこう見てたらシルバーの携帯と水色のケースがすごく相性いいですよっていうので、ほんでケース買いに行って見たら水色なくて、あんまないか、もうだから突き放されてるなと、もうなんかこれまでその選ぶべくして赤もんを取ってきたもんとしては、はい、吸い寄せてもうてるから悪いものを、水色を選ばしてもらえないんで僕は、うん、で選んだらダメですよこの色はってスマホケース、うんうん、はい、やつばっかパンパン並んでるんですようわー思って、運命なんですかね、で店員さんに、まあ、とりあえずガラスを先買おうと、割ってまうん怖いから、強化ガラスね、強化ガラスを言ってんで見繕ってもらったように、うん、スマホケースで、はい、で当たりつけてた種類がね、あったんで、これって結構頑丈で、うん、そうです、一番おすすめですね、これが、うん、まあ、落としてもこうこうこうで割れづらいっていうのはあります、うん、これの水色って、水色はってこのあれじゃないですか、ね、考えはるな、あれでそっからバタバタっと後ろ帰って10分15分ぐらいかな、不安なのぐらい帰ってこないですよ、ね、で汗たらたらで水色持ってきてくれた、あったんや、ありました、あったんや、すごい、あ、思って、これはラッキーと。店頭に並んでなかったね。はい、在庫として。いや、もう期間買ったら僕多分妥協して。ほんまや。別の色買うてたんですけど。うん。で、水色買うて。いい色。いいね。綺麗、綺麗な、確かに。そう。うん。でも、これまで自分の服だ、カバンだ、うん、水色っていうかこの青みを取り入れたことがなかったんで、うん、今どのシーンにおいてもこの携帯浮いてるんですよ。浮いてるな。そうやね。俺も持ってて。俺も大体この理由知らんかったから、はい、その運気って書いて、何も知らんかったからさ、浮いてるな、思ってたんや、ずっと。野村さんにしては珍しいな、みたいな。洋服もなんか黒とか、うんうんうん、白か黒かみたいな。そうやな。急にこのね、冴えた水色を、ファッと取り出して、マシマシって言ってるから、どうしたんですかみたいな。俺も誰かに物だんかな、思って。そうよく聞かれるんですけど、まあ、実はそういうあれがあって、うん、はあ、でもそれをちゃんと聞いたのと、そこのお店にあったってことが、
多分いい流れになってる気するけどね。なんか運命的な、それこそ。運気変えましたね、うん、ご自身で。だからもう、財布もね、うん、なんかこう、いろいろ調べて変えたりとか。今すごいよな、これ。今ちょっともうね、いや、なんかそんなとこから、なんか変えていかんと。っていうのが、河野が結構ね、頓着、まあお互い頓着なくて、で、僕はなんか切り替えようと思った時にそういうきっかけ作ったら、まあまあ、あの、ちょっとね、上向いてきてくれたらいいなっていう。とこあるんですけど、こいつはね、その努力もしないしね、汚いしね、そうスーツクリーニング出さへんとか、まあ、出しますよ、出すけどな、それは。でも携帯カバーも、うん、だからどうやねん、またずっとこれ使ってる、財布もボロボロやし、はい、言うてるんですよ、もう買えと、うん、スーツなんかもほんまはスーツはどうでもよかったんですよ、はい、変な話ね、クリーニングさ当ててくれりゃ、うん、安物でも小ましに見えるから、うんうん、そこ靴買わないんですよ、あ、まあ、それも言ってましたね。はい、だから衣装変えるってなったらおのずと靴も変えるじゃないですか、うん、でこいつ絶対手入れせえへんから、うん、わざとエナメルのやつかわして、そのもともと照りがあるから、その少々汚れても、まあ、目立っちゃうんですけど、うん、まあまあまあまだましやねっていう、うん、もうちょっと頼むわいや、まあ、私ここまでなこだわってはなやってないけど、こだわってるってことだけど、まあどうせ変えんねんやったら、うん、なんか選ぶ理由として、方向にね、そうそう、そんなのを取り入れてもまあええんちゃうかなぁ思って、うん。すごい。だから財布もそれこそ風水で調べて色もね、決めて。そう。で、やった方がいいっていうのが、お札を入れて寝かしといた方がええねんで。うん、最初使わずに。ああ、しばらく入れとく。いつもその財布に、あの、自分はこれぐらいの金額を入れるお財布なんですよって覚えさせるっていう。うん、だからもう、手震えながら10万下ろして。ブルブルかかって。いや、いっぱい入れとかなあかんからね。で、それもピン札をね、入れとかないといけないと思うんですけど、まあ、ピン札にね、なかなか帰れる時間帯にお仕事動いてないんで、うん、3時に閉まっちゃうじゃないですか。そうですよね。もうしゃあないから、もう朝一ちょっとでも早起きて、地元の郵便局でさ、住吉郵便局行って、すいません、帰ってもらえませんか、言うてんだ、ちょっともう、行ってね、もう嫌そうな顔されて、そういうのがね、思ったらお仕事じゃないですから、まあまあね、すいません、言うて、変えてもらって、で、その紙幣番号もなんかいろいろあるんですって、まあ、これは風水というかジンクスなんですけど、そうなんですか、すごいよ。なんかね、紙幣番号 XYZ って松の。はいはいはい。何、5と9がいいと。だから 5Z、9Z がすごいいいと。うん、それをお財布に入れてるだけで、呼んでくれますと。なんでなんだろう。なんかね、そのあるらしくて、縁起がいいと。ほんでもうピン札でもそういう紙幣番号当たってくれへんかな思ったら、0Y から、10Y までのやつだったんで、だから図らずしもその5と9の Y で手に入ってたんで、だからそれも今、その2万だけは絶対使わんように、そのお財布の端に入れて、あとはもう、あって、あ、なるほど。はい。もう使っていいんだ。無駄遣いはしないようにして、もう速攻携帯代で飛んできましたけど。いや、まあこれも無駄じゃないけどね。携帯代とは、手を出してた、チケット代の、しっぺ返しが来て、昨日もえらら持って帰りましたけど。そう言ってた話でな。すごい。そう。なんかね、いやでもなんかあるんやろなと思って、やっぱそうすると 気持ちもいいものなの、やっぱりこういうの持ってることによって、そうかもしれないですね、あやったなっていうことがあるもんな、うん、でも気分は上がるやんな、ね、それはあるやな、うん、でも、うん、やっぱ眠いけどな、それ何体調は、いや、それ眠いのしゃあないや、うん、何それ、いやふとした時こう見てさ、あ、それはやっぱ、いいなっていう、うん、そういうので変わってるかもしれない。気持ちの問題というか。うん、自分のモチベーション上げるためのジンクスなのかもしれないですね。赤はすっごい良くないって。そうや、赤の赤。スマホの携帯の。スマホの赤は。あ、そう。なんかね、うん、河野さんの携帯の色が。俺でもずっと赤やねん。このシリーズやねん。っていうか、その、あの、アンドロイド、AU から出してるインフォバーっていうので、僕はもう、高校の頃から。インフォバー好きな人ってずっとこのシリーズ使いますよね。そうなんですよ。私の周りにもいます。うん。高校の時はずっと。仕事運は別に悪ないらしいねんけど、うんうん、争ってしまう色らしい。うわ、なんか遠ざけたい。うん。なんかだからその電話って人とね、つながる機会やから、はいはいはい、そこに争い入れるんじゃなくて、その調和を取るために、だからお仕事柄で、緑やったらこうちょっとなんかこう緩和されるとか、ブルーやったら
冷静に対応ができるんで初歩段に向いてますとか。なるほど。赤も強く切り出したい時は、赤がいいんで、はあはあ、まあそういう勝負をするのがお仕事から多い、うん、営業とかでバンバンかけて、はい、ね、交渉を取るような人は赤を選んだらいいんですけど、うん、みたいなのが書いてあって、あ、そうか、でもそういう仕事じゃないしな、違うもんな。そうで、才能を開花させるクリエイターの人は本体シルバーでケースは水色でってあったから、へー、あ、こう赤や、そう言うたら、なんか一緒に飲んでる時も嫁はんからバン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 、なんかいつ帰ってくんねみたいな LINE 来てたな、うん、って赤やな、それのせいな、うん、え、それで携帯の色変えたら嫁からのお怒りメール減るんかな、それでケース濁ってったんちゃいます、あ、ほんまや、嫁の、いや、透明からない、嫁かすがもう、嫁かすってないやね、邪悪なものの塊がケースの色に、ね、だって透明だったのが今本当にめっちゃ黄ばんでるっていうか、そうね、ちょっとね、茶色くなってきてるな、その色はやばいで、きったいや、まあ2年ぐらいかな、この携帯、ごめんなさい、写メ撮ってくれました、ちょっとブログ映るかな、映りますかね、いや、白バックで、白バックで、ああ、これやって映るな。いや、ぜひ皆さんに見てほしい。これ透明やったやろ。これもともと透明、透明でしたよ。いやいやいや、もう野村君ほんべっこう飴の色やな、ほんまに。雀荘の壁やん。いや、そう、ほんとそう。タバコ吸うね、喫煙所の壁の色。確かにね。日焼けとね、タバコの匂いのな、色になってるかもしれんけど。すごいなぁ。すごいですね。ねなんでところジョージさんやん。でモノマネしたね、急に。すごいですね。なんで急にモノマネすんねん。いや、ちょっと変えようかな、それ聞いたら。ね、嫌やな。でもお前その携帯自体も長いんじゃん。これでも2年経ってないぐらいかな。2年ってでもまあ、まあ。でも2年ぐらいで変えるよな、大体。周期的に。それも新しいの出てへんの、もう多分次、もうちょいした出る予定ぐらいかな、春ぐらいなんかな。うん、出たら次またこれにしようかなと思ってるけど。あ、このシリーズ。うん。うん、で他にも色あるから多分3種類ぐらい、これ同じやつでも。あ、赤じゃない方がいいんやったら。うん。なん、そうそう、ちょっと調べようや。いや、まず。何色があんのか。インフォバー。今出てるやつ、うん、今出てるやつな、な、それこそ、なんか青あったと思うねんけどな。うん。一個前のシリーズかな。それこそ水色みたいなあったと思うんですよね。なんかね、僕もこれもう5世代目ぐらいなんで、うんうんうん、ずっと高校の頃からの入れていくとね、デザイン可愛いんですよね。そうなんですよ。うん、インフォバー。あれ AU か。AU。AU のインフォバー。あ、私も AU です。あ、なるほど。私白。うん。そうか、AU ユーザーやから。うん、全然、僕ずっともう J-HON からなんで、あ、そう、J-HON ボーダーのソフトバンクなんで。水色ありますか？あります。あ、水色あんねや。いいやん、買え。だから次、このシリーズが出た時に水色あれば、それにするわ、俺、うん、ほんまに。で、アドレスとかもさ、ね、なんかごちゃごちゃしてるからさ、うん、なんかちゃんとした方がええと思う、うん。アドレスはもう初期セットのままや、ほんまに。そうやろ。何にも書いてない。数字とか、アルファベットのレス。バラバラのこの、ゼロ MU。言うな、言うな、言うな、言うなよ、お前。え、野村さんも。いくらバラバラでも言うたらあかんやろ、お前な。いやいやいや。覚えにくいけど。ゼロ MU。そこまでしてな。まだまだいっぱい、な、ランダムに並んでるだけやから。7X。言うなって言っちゃう、言うな、お前。ちょ、減ってくるやろ、文字がな。83、はい。ちょ、じゃあ、お前、だいぶ言うてるやろ。慌ててペン落としてましたけど。ちょ、お前、全部言うてんちゃう。ちゃ、あかんって、あかんってな。3、4、あ、ちょ、ちょ、待て。最後何かみんなから。4。待てよ、お前な。あとアルファベット1個です。あと、ちょ、待って。分の、24パターンでいけてまうんちゃうもん。ちょっと皆さんに予想してもらいましょうか。あと何かっていうのをね。何してんの、自分。ちょっと全部言ってるやん。あかんで。はい。アットマーク EGF.NA.com。ちょ、それも言わんでええねんもん。AU って言ってる時点でもそれ決まってるやろ。あとは皆さんちょっと予想していただいて。ちょっと変なメール来るやろ。今日メッセージテーマ。はい。どうします？ほんまや。ジンクスってなんかいいかもしれないですね。ジンクスね。願掛けとか、はい。うん。皆さん、リスナーさんそれぞれのね、うんうん、これするときは必ずこれをやるっていう。うんうんうん。確かにね。で、まあ、俺ら知らんこともあるやろしね、うんうんうん。こうするといいですよとかもあったら。ああ、聞きたい。ね。ね、うん、そうしましょう、はい。はい。じゃあ、今日のメッセージテーマは、あなたのジンクスです。はい、ぜひ教えてください。うん、そして、その他にもメッセージを募集しているコーナーご紹介していきます。まず一つ目が、線引きしないとのコーナーです、はい。世の中の曖昧なことに、私たち3人でどんどん線引きをしていこうというコーナーです。うん、今日のテーマは、暗い人と明るい人の線引きです。はい。はい。
皆さんからもこういった線引きしてほしいテーマ送っていただければと思います。はい。続いてラジオドラマナイトです。これはリスナーさんからお題を募集して野村さんがラジオドラマを1本書かれます、うん。それを3人で演じてみようというコーナーです。ぜひ皆さんドラマにしてほしいお題を送ってください。はい。そして今日お送りするラジオドラマなんですが、うん、お題はももくり3年だ Z さんと、はい、弓嵐さんからいただいたものをミックスして、うん、キャプテンアメリカザリガニバーサス唐揚げ姫です。はい、めちゃくちゃ、ね、楽しみにしておいてください。はい、続いてオーナイトギナイトリナイトのコーナーです。これは大喜利コーナーです。毎回リスナーさんから答えを募集します。今日のお題は、はい、レジでおじさんのバーコード頭にピッと表示された、うん、まさかなものを教えてくださいです。はい、はい。その回答の中から、河野さんと私がそれぞれ一番面白いと思う勝負カードを選んで、野村さんの大喜利と対決しようというコーナーです。皆さん、どしどしご応募ください。はい。そして最後は、ワンステップビューティー、うん。ラジオでカットモデルをしてくれる方を大募集中です。はい。カットでイメチェン、大変身したいという方、年齢性別は問いません。はい。そしてカット、カラー、パーマすべて無料ですので、ぜひお気軽にこちらもご応募ください。はい。お願いします。はい。番組のホームページでは生放送の様子を AD 日記として公開中です。はい、で、一応3人で日記も、うん、書いてたり書いてなかったりですので。ちょっと野村最近更新してない？私もちょっと忘れてて。あれ？更新しましょうみんなで。はい。すいません。そうやったんや。はい。今日はします。はい、書きましょう。はい。書きましょう。はい、ぜひご覧ください、はい。番組に投稿してくださった方には抽選で番組ステッカーをプレゼントします、うん、宛先はメールアドレス旦那アットマーク kbs.kyoto danna アットマーク kbs.kyoto、はい、ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 です。皆さんからのメッセージお待ちしています。はい、うん、それでは今日の1曲目いきましょうか。こんなちょうどいいタイトルがあったんですね。あったんですね、うん、まあ、さっきの携帯のラッキーカラーということで、はい、はい、アナと雪の女王、うん、こちら声優さんさやかさんの1曲ですね、はい、そうですね、はい、じゃあいきます。はい、はい、水色プリマダンナの今夜も嫁がないと KBS 京都からお送りしています。キャッチュアドリーム。このコーナーは通信制単位制の京都筑波開成高等学校の提供でお送りします。自分の夢や興味関心のあるところに全力を出しながら通信制単位制で勉強する生徒さんと日頃より接しておられる先生方にご出演いただきましてお話を伺っていきます、はい、今日のご出演は筑波開成学園関西統括本部長の市川和彦先生と書道の山下ゆりえ先生のお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、今日は先生お二方ということで、はいはいはい、今日はもう改めて学校のことについてお聞きさせていただくということですね。はい、はい、さっきパンフレットもいただきまして、うん、新しくなったんですよね、パンフレットが。そうですね、ね、平成29年度の学校案内のパンフレットになったということですね、はいはい、そうですね、新しい、うん、はい、笑顔いっぱいの学生さんたちが表紙にたくさん写ってらっしゃいますけれども、はいね、いいですね、はい、では、はい、学校についていろいろと、はい、お話を聞かせてください、はい、まあ、初めて聞かれるリスナーさんもね、いらっしゃると思いますんでね、はい、筑波開成高校実は通信制単位制の高等学校なんです、はい、で9年前に京都に学校作りまして、はい、97名でスタートしまして今600名の生徒がいます、うん、京都で生徒数のね一番多い通信制単位制って言われてるんですけどね、はい、月水金に普通の科目を勉強してるんです、うん、はい、例えば英語や国語数学とかですね、はいはい、で科目同にこの後山下がご紹介しますが、はい、いろんなコースの授業あるんですね、はい、これ全部高校の単位に認定されるんですね、はい、はい、その中でね生徒たちは好きな科目を取って高校を卒業すると、はいはい、なるほど、そんなんでねこの番組に生徒たち順番にこれから出演していきます。非常にユニークな子たち、はい、ねほとんどがね元不登校を経験してるんです。そうなんですね、もう見えないです。もうすんごく元気になってくれましてね、でまた生徒たちだけじゃなくてですね、うん、いろんな筑波に協力いただいてる方、はい、関係者の方出演いただきます、うん、過去にもね京都大学の博物館とかですね、はい、バスケットボールで京都ハンナリーズというチームがあります、はい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 、そこの選手の方もね授業に来てくれたりね、でその試合応援に行ったりしてるんですよ。そうなんですね、この間もラジオ出てもらったと思うんですね、はいはい、で今日はね見学に来てもらってるのが舞鶴引き上げ記念館のね、はい、NPO 法人の
語り部の会からね、はい、ちょっとあのこのもうちょっと後に出ていただくつもりです。今後ですよ ね、はいはい、出演してもらいます。で、まあ、いずれにしてもね、この筑波というのは、はい、生徒たちが作る学校、うん、で保護者の皆さんも協力いただける、卒業生も手伝ってくれる、はい、そういう学校なんです。なるほど、非常にユニークです。でも春から増えて18ですか、これ。あ、そうなんです。18、そうなんです。すごい、いろんなコースが、まあはい、なかなか普通の学校で学べないようなことも、ね、自分のしたいことが見つかりやすい学校ですよね。そうですね、あのどこでもいいから大学入りたい、今ね、もう入れる時代なんですね、うん、けど私の考えはね、あの8人に1人辞めちゃってるんですって。あ、はい、そこでもいいです、ね、だからそうじゃなくてね、いろんなコースを高校で体験して、はい、それに向いてると思ったら進んだらいいしね、うん、違うな思ったら高校時代見直してほしい、うん、だからいっぱいコースを作ってます。なるほど、はい、なあ、大学国公立応援に行かせてもらったけど、うん、やっぱ卒論でな、ちょっとごたごたして、いらんこと言うから大学いらんこと言わんで、首慣れかけてたもんな。じゃあちょっとね、ありましたよ。何があったんですかね、ごたごた。いや、卒論ね、あの困って、まあ、芸人と並行してたんで、そうそうそう、インターネットで検索かけた一発目のサイトから引っ張ってきたのをコピペして、ダメなんですよ、提出したらそれがバレて、あの1個目のサイトをやるだろうかとそういう部分も怒られたという、はい、怒られましたけど、僕みたいな生徒にならないように高校生の時から、そう、ほんま、そうやわ。専門的な分野を学ぶと、もう若い10代からこう夢をね、そう、選択する機会をもらえるって、これは貴重です。ほんまに、だって俺とりあえず大学行ったから、はい、っていうぐらいやもん、ほんまにやりたいことが見つからなかったからまあそういう人もまあ多いんでしょうけどね。まあいいんですけど、でも高校の時それ見つけれてたらね、うん、いいと思いますよ、うん、ではその専門コースについて教えていただきましょうか、うん、はい、はい、ですね、たくさんまあコースがありまして、進学コースとか、うん、声優コース、芸能コースとか、ダンスコース、ミュージックコース、調理コース、芸術コースなどなど、うん、たくさんのコースがあります、はい、で、まあそれぞれ特色のある授業を行っているんですけれども、うん、専門学校の先生方に授業をしていただいたり、あと例えばミュージックコースだったらプロのミュージシャンの方が、講師として、授業を行ったりとか、うん、してもらってます。で、その、まあ、自分の興味のあるものに、まあ、専門コースは入っても入らなくても希望者のみなので、うん、はい、そうなんですね。そうなんです、うん、なので、まあ、興味のあることをやって、頑張って1年間学んだらそれが卒業単位に含まれるっていうのが、うん、大きな特徴かなと思います。はい、はい、音楽スクール通うとかもね、いいですけど、こういうところでもね、うん、学べますよってことですもんね。はい、学校の授業とも並行して、うん、はい、学ぶことができます。またやりたいことが変わる人もいるかもしれないですもんね。そうなんです、入ってから選べるっていうのがまたいいですよね、うん、はい、で、あの専門コースに関しては1年ごとに違うコース取ることが可能です。なので例えば1年生の時ミュージックコースやってみました、うん、2年生でじゃあちょっと調理やってみようかな、これ OK です。あ、いいですね。そうですね。それからあとトライアルコースっていうのもありまして、うん、各コースの、お試し版のようなものも、うん、あります。開講されてます。なるほど、いろいろあるんですね。で、同じやりたいこと同士でね、友達になるのが一番いいですよね。そうですね、共有できるのはね、共通の趣味持ってる子とかだったら友達も増えていきますので、うんうん、でもこのコーナーでも何度も紹介してきましたけど、うん、クラブも多いですよね。そうですよね。そうなんです、うん、もう生徒があのこのクラブ作りたいっていう子が5人集まったら、うん、あとまあ顧問を受けてくれる先生がいたらもう職員会議に挙げられて、はい、はい、もう部活動できましたって言われて、ね、どこはもうフットワークの軽さでおなじみ山下先生がね。そうよ、山下先生何個のクラブ所属してるんですか。私ね、なんとね4つ持ってます部活動。大変、4つ掛け持ち。私ね、まあ、書道部ですね、はい、まず書道部と、はい、TCG 部。何すかそれ。これはね、トレーディングカードゲームの略でして、はい、うん、いろいろ、はい、遊戯王とか、デュエルマスターズとか、はい、人気ですもんね。生徒たちやってます。交流してます、それで。はい、あと、3つ目がですね、うん、リズムゲーム研究部。はいはい、来ていただきましたよね。そうですね、うん、4月に、これ、音ゲーの、はいはい、活動も研究したりとか、うん、今はなんか文化祭に向けてのステージ発表の練習を、もう熱心に曲決めてやっていてます。2月末なんですけど、はいはいはい、で、あともう一つラストがジェーズ部ですね。ジェーズ部、
はい、はい、あのジャニーズ事務所のタレントさんたちを真面目に研究して部活になるんですよね。そうですね、ライブ DVD みたいとかね。そうです、でかいスクリーンで見たりとか、はい、別にだってそれって家で楽しもうと思えば楽しめるけど、うん、みんなでやろうって生徒さんが、そう、ね、そうなんです、クラブを作るわけですもんね。やっぱりその友達ができるかなって不安な子が多いと思うんですけど、そういうジェイズ部っていうのがあったらジャニーズ好きな子がこうおのずと寄ってくるじゃないですか。ね、うん、そこでやっぱり友達が増えていくっていう。かそうね、だから喋れば喋るほど山下先生の先生としての仕事がしてあるよ。私今日スーツなんです、はい、実は、はい、今日はあの3年生の生徒の就活の職場見学に行ってきたのでちゃんと仕事してますよかった、ね、そうね、仕事してます。山下先生も生徒さんかなと思うようなフレッシュな感じですけれども、ね、ジャニーズ見て音ゲーしてるだけじゃないですいろいろちゃんとやってある、まあ、先生方も生徒とちゃんと話せるように、まあ、常に勉強は、うん、はい、してます。リズムゲームもちょっとやってますはい、部活動もね活発ですが、全部で26ありますんでね、はい、部活動がね。はい、で市川先生また、はい、あの新校舎ができるって、ね、そうなんです、来年4月にですね、はい、あの特進クラス、あの、うん、進学コースの生徒たちはその新校舎に移ってもらいます、うん、2階でね、あのラーニングコモンズって大学で流行ってるんですけどね、はい、あの例えば一つのコーナーではあの授業してる、はい、一つのコーナーで会議してる、うん、一つのところは自習勉強してる、うん、お茶飲みながら勉強しようと、うん、そういうね進学コースの生徒たちそこで勉強してもらうんです。で進学コースの教員常駐してますから、はい、ね、あの休み時間でもそういう勉強を、ね、あのどんどん聞きに来てもらったらいいですね。そういうコーナーができるんです、はい、であと1階にはですね、はい、あのま、不登校でねすごくしんどい目してる中学生の子たち、うん、不登校相談支援センターのを作りましてね、でそこであの筑波であるいろんなコースを体験してもらって、うん、元気になって全日制高校行きたい思ったら行ったらいいし、うん、筑波に入りたい思ったら特別枠で入ってもらおう、うん、そういうね相談センターができます。なるほど、まだ入ってない子たちが中学生でね、そうなんです、これ授業料無料です。あ、すごい、そうなんですね、はい、そんなんでね開校します。なるほど、はい、なんか選べる範囲が道がこう開けるっていうのがいいですよね、今迷ってる子たちにはね、なるほど、はい、では、はい、楽しくお話ししてきましたが、はい、時間もあっという間ということで、うん、最後にですね、はい、あのお知らせを、はい、はいはい、お願いしたいと思います、はい、まずですね学校説明会が来週の土曜日10月15日にありますので、申し込みなどは不要です、もし興味がありましたら、ぜひぜひお越しください、うん、で、先ほどいろいろお話ししました専門コースの、体験授業というものを、これから行っていきます、はい、初回はですね11月の5日ですね、はい、5日の土曜日にありまして、そこから、毎週土曜日にやって、各コースやってますので、はい、また詳細はホームページなど、うん、ご覧ください、はいはい、それから見学も随時受け付けております、ぜひぜひ部活動とかからでもね興味持ってもらえたら、ね、はい、いろんな広い部活動がありますからね。そうですね、うん、はい、ぜひぜひまずはご見学に来てください。はい、あのオリタ委員会言いましてね、友達作ろうってグループあるんです。そのオリタ委員のメンバーがいろんなイベント考えてくれてますんでね、はい、この間もボウリング大会あったりね、はい、いちご大福作ったりいろんなイベント考えてくれてますね。はい、オリタ委員会も私担当してます、ね、大変めちゃ持ってるやん。これ10月29日のハロウィンパーティーもあるんですか。そうなんです、あのこれは生徒会の子たちがあの主催で今準備してるんですけれども、はい、10月29日土曜日に、うん、ハロウィンパーティー、まあ、メインはライブイベントになるかと思います。で他にもみんなそれぞれ、仮装とかしていい、ね、お菓子、ね、まあ、あのあれですね、トリックオアトリートとかでお菓子配ったりで、なんとね、なんとっていうほどでもないんですけど、教員たちもみんなコスプレして、楽しがるんですよ、去年の。私も仮装します。時間制のもう恥ずかしいんですけど、お客さんいらしたらその格好で出ます。去年はちなみに何したんですか。ちょっとドラキュラみたいな格好。時間制でマジックがすごい得意で、その格好でマジック披露したりとか。山下先生は去年何したの。去年なんかあのかぼちゃのなんか服みたいな、なんて言うんでしょうね。可愛らしい感じ。じゃあ今年もお二人の仮装楽しみにしてますので、ちょっと準備しないと。はい、ぜひぜひ皆さんにお出かけいただきたいと思います。はい。通信制単位制の京都筑波開成高等学校はキャッチユアドリームをスローガンに高校生を応援します。天変入学希望者や高校の中途退学者は随時入学が可能です。京都筑波開成高等学校は JR 京都駅から徒歩8分のところにあります。
お問い合わせの番号は075-371-0020 075-371-0020 までよろしくお願いします。ということで市川先生、山下先生、ありがとうございました。ありがとうございました。プリマナンナのコンタ、KBS 京都からお送りしています。線引きしないと。完全に俺だけになった。そうやな。線引きは僕が詰めてましたよね。台本がそうなってたんで。はい。ごめんなさい。もうこれだから来週から僕線引き言いますから。ノックしないとね。世の中には。はい。はい。曖昧なことなのに明確な線引きがされていないことがたくさんありますね、うん。例えば浮気の線引きや喫茶店とカフェの線引きなどなど、はい、これらの境界線は曖昧ですし、人によって違っていて迷ってしまいますよね、はい。そこで、私たち3人でそのテーマの境界線を決めてしまおうというそんなコーナーです、はい。なんか結構反響が大きくて喉越しのキレが上がりましたみたいな、はい。なんでこのコーナー来てそんなことなんの。ビールのね美味しさがわからないっていう方が、うん、いや変な反響来てんねんな毎回。今日は何でしょう、はい、はい、今日はですねラジオネーム石焼きサーモンさんからいただきました。石焼きサーモンくんありがとう、はい。ちょっとメールをご紹介しますと、うん、皆さんこんばんは、こんばんは。冷た、何が冷たいね。何が冷たいことあんねん。めちゃめちゃこもってんじゃん。石焼きサーモンくんありがとうって、うん、いや言葉はな、はい、なんかその熱量が、うんうん、さらっと、なんかね、いや違うね、この間来てくれたやろワンステップビューティーで、うん、でホワイトワックス俺おごるハメなったんや。あったあった。なあ、ほんでその数日があったんや、つけてなかったホワイトワックス。あららら、うん、で俺怒ってもんねん、もうつけてへんやないか言うて、はい、ほんでまだ届いてないって言ってたんで、うん、山本さんが俺のお金取ってんちゃうかな思って、うん、そんなカツカツちゃうってあの人。ちゃんとワックス送ってくれてるかな、うん、後で聞きましょう、ほんまに、はい、あんなシルバーアクセつけてて金困ってるわけね。3000円ぐらい。そうやな、はい、ちょっとそれ確認しますわ、はい。僕は友達からよく、うん、暗い人扱いされます、うん、でも自分ではただあんまり喋らないだけで暗くはないと思うし、うん、ははそもそも暗い人って何と思います、うん。そこで暗い人と明るい人の線引きをお願いします。はあ、なるほど、明るい人と暗い人か。はい、だからその人見知りかどうかってことやな。石焼きサーモン君が言ってるのは喋れへんっていうのは人見知りやけど別に暗いとは思ってないっていうことやろ、うん。そういうことですかね、うん、人見知りか人見知りかじゃなくてってことだもんな。そうですかね、あんまり喋らないだけで、うん、それで暗くないと思ったら僕らはパッと見た感じ、うん、河野が明るくて僕は暗いってよくなるんですけど、はいはい、人見知りで言うたら、うん、河野の方が絶対人見知りですもん。人見知り、そうやな、そんなにあの自分からめっちゃ喋りかけに行くタイプでもないな、ほんまに。お、別にあのね、でも喋りかけられるのが苦手とかじゃないね。あ、拒まないけど自分からは行かないみたいな。そう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 、うん、うん、興味ないもんなその。やめてその言い方。いやいや、その別に悪い意味じゃなくて、うんうん、万物に、ああ万物に、うん、物にも人にも。悪い言い方。自分以外のものにも。悪い言い方よ、どう考えてもな。違う、そ、興味ないんじゃなくて、なんていうかな、その、そういうこと人見知りなんかもしれないけど、どう切り出していいかが、わからないというか、うん、何を喋ったらいいのかなという、悩むことはある。はい、初対面とか特に。ね、話題がないかったらね、はい、何かあればいいねんけど、うん、そこに対して第一声なんて喋りかけようかなって思うことあるな。うん、だからそれ待っちゃうこともあるけど、でも別に暗いとは思わへん、自分のことをね。はい。明るいとも思わへんけど、そんなめっちゃ。うんうんうん、芸人さんなんか特に楽屋なんかで一緒にいると、あ、この人明るいな、みたいな人が何人かおるわけよ。はい、ずっと喋ってるとか、この人が入ってきたらなんか場が明るくなるみたいな人おるけど、うんうん、その場にはおるで、でも俺、その、その、だから僕がきっかけを作るんじゃなくて、すごく強い PR が。はい、なんかね、そ、自分がきっかけ作るからじゃなくて、その場にはおるね。はい、だからどこが苦手なわけじゃなくて、だから暗いわけではないと思うねんけどっていう。なるほどね。暗いわけではないけども、その天下は取らへんよな。うん、あ、そんなやつは周りにおるみたいな。そ、それは天下の取り方が違うやんか。そこまで天下じゃないけどね。はい、うん、僕はだからもう楽屋行かないんで、へー、そもそもこれは暗いんじゃん。いや、暗いのは暗いんかな、野村はな。そういう楽しい場は好きなんですよ。だからお酒の席は別に行きますし、はい、昨日も飲んでましたけど、その裏方さんとか、うん、
の方が多いですね。仕事の話とか、スタッフさんとかね、なんか知識教養を深めるみたいな話ができる場は好きなんですけど、何にもないから、その楽屋。何にもないというか、ただのアホなノリやから。何やろ。その教養はないよ。別に。で、一生のうち多分今楽屋で、うわーって楽しくやってる人だとさ、一緒に仕事する期間なんてほとんどないやん。そんなことないわ。そんなことないで。ほんまに。で、お前何年この仕事やるつもりなん？いや、でも一生だよ、一生よ、それは。一生やろ、うん、ほんでもう再来年までお前。なんでなんだ、なんで死ぬねん、俺ら、再来年で。ってなった時に、その密に使う、そこの時間が俺ほんま別にいらんな。まだそこはそう、そんな、だから、それ考えてないで、別にみんな多分別に、楽屋にいる時はな、うん、これは無駄な時間なんだな、とかは思ってない。本番前にね、うん、なんかその、いや、全員アイドリングやんって、その、あ、それはあるじゃん。うん、それで、それ、おのおのあるじゃないですか。うん、アイドリングの仕方というか、うん、まあというか、うん、でうわーって喋ってることで自分にこうね、乗らせて、ね、入れて、エンジン温めるというかな、うん、人もいれば、はい、僕みたいに一人で調整するタイプも絶対いるわけなんですよ。うん、やのに、うん、その多数派がそっちやから、うん、言うてきようんですよね。楽屋へおいでよって言うんですけど、うんうん、いや、お前と積んでるエンジンちゃうだけの話やから、はい、ごちゃごちゃ言うてくなよ。なあ、お前。お前逆に恥ずかしないんか、その量産型のエンジン積んで僕はお笑いの道走ってますということに。ちょっといいですか、うん、野村さん、それご本人にそれ言うんですか？言う時もありますよ。ああ、いや、うん、暗い人、明るい人の差って、うん、言うか言わないか、それを、もし言わずに、心の中で思ってるんやったら、ね、それはなかなか闇の暗い。いや、逆に、うん、逆に多いな。逆に、そっちのエンジン積んでる人の方が、それ多いですよ。その、少数派に行く。はいはいはい。方が多いですね。どっちか言ったらね。なるほどね、うん、で芸人ってなんか、うん、やっぱ集団生活みたいな感じがね、うん、特に劇場だと、はい、うん、なんかその空気はありますよね。だから僕をどうなんっていう人の方が多分多いと思います、うん、いや、河野あんな頑張ってんのに、河野、まあ、あんないいやつなのに、河野あんなおもろいやつなのに野村なんなんていう先輩めっちゃ多いですもん。ああ、分かってんな、こいつら。ほんま絶対全員売れへんわ、ね、はい、ここで名前を出してもいいんですけど、で、まあ、その、はい、珍しいから目立つんやろな、野村得意にな。やっぱりその楽屋に大体こう人が集まってね、その、そこで着替えたり、荷物は大体置いてるけども、はい、やっぱ野村違うところに置いてるとかすると、うん、やっぱさ、目立つからじゃん、それは。でも、うん、おいでやって、その別に、来たら無理やりグイグイ引っ張れんよね、うん。来たらいいやんかっていう、誘ってるだけで、その、嫌な意味で言ってないと思うで。嫌な、お前はそこに出くわしてへんから、嫌味たっぷりの何回も言われてきてる。それだって、なんか、なんか可哀想というかさ、そこに一人でおるからさ。それは今俺もこのラジオやから柔らかく言ってんの、もっと嫌な言い方されてるって。もうええってお前のその感じ。カッコつけんなって。ってか、いや、ことを言われるんですよ。ああ、そういうことね。ああ、野村が。ああ。いや、カッコつけるじゃない。アイドリングの仕方が、絶対に楽屋で騒いでるお前と、うん、先輩ですよ、うんうん。楽屋で騒いでるお前と、袖でギリギリまで静かに一人で過ごしてる俺、うん、一緒の舞台出てます、うん。僕の方がウケてるんですよ。いや、お前さんざ騒いでて、ちょっと例えばね、極端な話。いろんな日があるやろ。ガチャガチャやってたくせに、全然滑ってるやん。なめやお前とかって僕らするとあるんですよ。関係ないじゃないですか。そうやって。で、それも言わへんし、うんうん、必要がないから。うんうん、だからその、思っててもね、出さなくていいものはあるんで、さ、引っ込めてるんですけど、さ、食ってかかられた分には返しますよ。って言われた時にね、うん、いや、お前っていうのは、うん、そうそうそう。だから、これね、まあまあ、だからもっと戻しますけど、うん、はい、始まりました、54回目の放送。はい、どこまで戻すの、ね、どこまで戻すの、ね、最後の話ええわ。違う、暗い明るい話やろ、だから、うんうん、そう、僕も、まあその、少数、まあ、この芸人の世界においてですよ、こと、はいはい。少数派と、うん、まあ、劇場なんかちっちゃい世界の話ですよ。うんうんうん。うんうんうん。まあ、どっちかというと暗い、本されるんですけど、うん、いや、このね、なんでしょうね、その、別に、真面目腐ってるつもりもないですけど、まあ、その、俺の方が絶対希望に満ち溢れてるから、これは逆説的に俺がめちゃめちゃ明るいんちゃうってのは、ありますね。
考えが明るいっていうことなのかな、うん、それで、その一人になってて、やばいやばいやばい、どうしようどうしようって、こう、塞ぎ込んでいってたら暗いわ。そうね、うん。でも、野村の中で自分の意見があって、俺は間違ってない、俺はこっちの方がいいと思ってやってるから、考えが明るいよな、うん。っていうことやな、それは。でも、口数が少なかったり、うん、もっと言うたら、ほんまに、その表面だけで言うとないのな。例えば、声が低い人とか。あ、はいはいはい。まあ、言葉選び一つとっても、なんか暗いとされてしまう人っているじゃないですか。じゃあ、果たしてその人は、ほんまに暗いって言えるのかっていう。うんうんうん、ああ、暗い、そうやな、それは違うもんな。うん。いや、僕も、いじめられてましたよ。不登校もありましたよ。これ暗いですか？これは暗いな。それは、話がな、話題が暗いわ、それは。でも、うん。まあ別に。だから先週ね、ダブルアート来てくれててさ、しんべヱはさ、楽屋でいっぱいめっちゃ喋んのよ、うん。でもあいつ本人が言ってたけど、それはなぜかって言ったら寂しがり屋やからって言ってたやんか。でも、だからほんまは暗いのかもしれないっていうね。それを隠すために作ろって喋る。てか喋らないと寂しいからっていう。だから。しんちゃんもだから、サシとかなったら結構トーン落ち着いてるからな。うん、人見知りって言ってたしな、あいつ。うん。で、逆にやっぱタグとかの方が人に興味があって、うん、入っていく感じは、そうやな。明るいんかなと思う。うん。そういう人こそ深いしね。うん。ちゃんと。またがみ？またがみちゃうわ。なんで急にズボンの話してましたっけ？なんでパンツとかの話するの？でも、そうですね。人として情がある。石焼サーモンくんだって、うん、あの男の子ですよね。うんうん、そうそうそう。ワンステップビューティー応募して、来てくれてとか、活発ですよね、うん。お笑い見に行ったりとか、うん。だからやっぱ雰囲気だけで暗いってみんな決めつけてるわけですよね。うん、でもすごいアクティブなわけで。うん、そうやな、うん。全然暗い人じゃないと思うけどな、石焼サーモンくんは多分な、うんうんうん。やっぱその視野の狭い人ですかね、暗いっていうのは。そうかな。お前暗いなとか、お前楽屋来いやっていう、その先輩ですかね。ね、誰のことを言ってんの？あいつじゃないな、あいつらね。誰のことを言ってんやろな。はっきりした、じゃあ線引きはどうします？でも主観やけどな、それも自分で。そんな切り方あるかい。主観。聞いてきとる。暗いと思ってどんどん暗くなる気がするで。それは気持ちよ。うん。だから、石焼サーモンくんは明るい方に入ると思うんで、うん、自覚のところちゃいます、うんうん、そうですね。僕わかんないんですって言うってことは明るいって思ってるってことやろうから、うん、全然いいと思いますよ、それで。だから今できたやつには、ものすごい低い声で、チーハウような声で、うん、いや、明るいっちゅうねんって言ってみてください。暗いやろ。そうしましょう。暗いんちゃうか、そんなやつ。はい、大丈夫かな、それ対処法として。うん、とりあえずね、暗いって言われてもめげないっていうことで、そうね、今日これ線引きなのかよくわからないんだけど、まあまあまあ、自分の中で敷いてるもの、自分が明るいと思ってて明るいし、暗いって思ってるんやったら、でそれが別にマイナスじゃないんやったらそれでいいし、変えたんやったら変えていくのは何かがね、うん、ってだけでですね、ね、はい、はい、ということで皆さんからもこういった線引きしてほしいテーマ募集してますので、ぜひ送ってください、はい、さて第1部はここで終了です、はい、また2分聞いてください、危ない、ギリギリネットラジオ挟みます。やったじゃん54回目ということで、10月7日第2部ですね、ネットラジオ挟みまして、この時間からまた1時間半お付き合いください。はい、これオープニング2個あるって、うん、結構当たり前やったんですよね。だから1年前、あ、半年間やってて、そういうことですね。半年間やってシステムが変わって曜日も移って、はい、土曜日かずっとやらせてもらって、はい、2個喋らなあかんねんなオープニングトーク完全に気抜いてたなめちゃめちゃセブン触ってたな。ねえ、あの後もスタッフさんからもね、そうなんですよ、俺も変えたでとか、そう、さっき一部でね、はい、言ってた、まさしく iPhone の話ね、そうなんですよまで言えるんですけど、うん、ここが違ってねが言えないですよねまだまだ、あのでもねそうか、お二人 iPhone ユーザーじゃないですもんね。じゃないんですよ。あのね、ホームボタンの精度というか、はい、あれが変わって、ほう、これまでアナログにポチッと押すあれやったんですけど、はい、なんかね、その感じが変わったんですよね。え、見た目はなんか変わらないように見えますけど。なんて言ってんですか、感、なんか圧力で感知するシステムなんですよ。だから今電源ついてるときは確実になんかカチッカチッと押してる感じするんですけど、電源切った瞬間無になるんですよ。だからなんかね、このバイブ的なね、なんか感じで、へー、押してる感じは
知らせてくれてるんですけど、はい、なんかね不思議な、すごいですね。なんかあの全然話変わるんですけど、昨日飲んでて舞台監督さんと飲んでたんですけど、はい、その人もなんか未来の話とか、うんうん、宇宙の話とか、うん、その風俗宗教もいろいろな話をされるのが好きで、もう聞いてて楽しかったんですけど、はい、なんか人工知能の話になって、でなんかそう言うたらちょっと前にあの AI 人工知能で LINE のあれでなんか何やったらリンナかなんかいう、はあ、女子高生の AI と会話ができるっていう公式 LINE があるんですよ、はい、それがなんかネットニュース上がってたから試しにやってみて、はい、ちょっとまして飽きてやめてたんですけど、昨日その話題がまた出たから、はい、ちょっとみんなでやってみようぜみたいな、あそこで、うんうん、でやってたんですけど、やっぱりまた虚しくなって消しました虚、うん、しいんですね、うん、もうこれやってたらね、僕また今期がどんどんずれるなと思って、うん、はい、ちゃんとします。プリマダンナの今夜も嫁がないと。どうもプリマダンナ河野です。プリマダンナ野村です。アシスタントの上原恵里です。だからその人工知能が、はい、あの多分ニュースで見たことあるんですけど、はい、あの囲碁とか将棋の、はいはいはい、勝ったよね。あれがそう、囲碁はもうコンピューターが勝っちゃって、そう、ね、完敗らしい、完敗やったんですって。すごいよな。将棋が羽生名人がまだいい勝負してると、まあ、五分みたいなことらしいんですけど、それも分かんないですよ、うん、あの今はね進んでってるから、はい、ただその進歩がすごくて、うん、普通に考えたらですよ、うん、その囲碁と将棋って盤面の数が違うんで、はい、囲碁って将棋の倍があるんですね。 9×9 マスと 18×18 みたいな、そんなに多かったっけ。そうなんですよ。ってなったら囲碁の方がそれだけ広がりがあるから、うん、計算難しいと、はい、だから将棋のスーパーコンピューターができて凄なってった先に、囲碁はあと10年人間が負けることはないって言ってたんですけど、囲碁が先負けちゃったんですよ、完敗して。で、まあ、そっから、うん、いや面白いなと思ったのが、うん、あのね、羽生名人が、うん、まあ、あの27歳の若さで七冠を取られたそうなんですよ、はい、でこれ将棋を僕疎いんで、うん、あのそのね舞台監督さんが説明してくれるに、うん、27歳の1年間の間に M1 取ってキングオブコント取って、うん、上方漫才大賞新人賞取って、うん漫才アワード取って、うん、でこれも NHK の AKBK 取ってみたいな、うん、ある賞レース全部取りましたと、はあ、それぐらいすごいこと、まあ、ありえない、はあ、しかも27歳って若さで、うん、っていうのがあって、30代40代手前ぐらいかな、30代中頃になった時に一冠だけになったと、うん、で周りの人間はあの羽生の時代終わったみたいな、うん、揶揄する時があったんですって。そっから40手前なんでまたぐわーっと羽生さんが五冠ぐらいまで戻られたと。でこれでインタビューで羽生さんなんでまだこの調子を上げてこられたんですかって言って、若い時は人より読む力がすごいあったと、だからそれでいけてたけど、年を取っていく上でそこの衰えを感じて、で読まないといけないって思ってたけど、若い人と対峙した時に若い人の読みが上回ってしまうと、自分のその衰えた能力より。そうなった時そこで勝ち合っても僕はもう勝てないんで、ってなった時に、あ、これまで全部読もうとしてたけど、ここ省こう、ここ省こう、ここだけを読もうってしたら、なんで省けたかっていうと、これまでやってきた経験値があるんですよね。経験から引き出しとして持ってるところは読まなくていい、そうじゃないところは読もうってしてグワッと変わったっていう。なるほどね。そのいらん手まで読んで持ってたやつを省いたわけや、うん、そこに。でもそれも天才がすごい突き詰めていった先に見た答えやったんですけど、で話戻るに、スーパーコンピューターがなぜそれだけの精度を上げたかって言ったら、スーパーコンピューターは今その段階なんですね。へー、もうだから成長してってるから経験値入ってる。うわやばい、ハブクここだけをもうしてるんですって。もうハブさんと同じ頭に。だからもう強すぎて。そうだから今いい勝負だよ、またでもハブさんとは、うん、将棋はね、うん、だから囲碁でそのバッて伸びたのはそういうことらしい。だからこれはたまらんぞと。すごいな。いやでもなんか怖いですよね。だから何年後
か、もう何十年か先には、うん、今地球上のそのいろんな職種ね、業種ありますけど、うん、4割はもう機械で、なんかスイスかなんかがだからそういう新しい法案を作ろうとしてるんですね。年金とか制度一回全部なくすけど、うん、その代わり毎月国民全員に、まあ、例えば、20万給付しますと、うんうん、はい、でそれが何かっていうと、ほんまに近未来に職を失う人が、はあはあ、その国民の4割ですからね、はあ、えげつない数なんですよ。いや、すごいよな。ってなったら生活できへん、うん、でその国がどう保障するかって言ったらその制度で保障するって話が出たんですけど、うん、やっぱり今まだ現実味ないし、うん、っていう、まあなんかいろいろあって、でまあ他にももちろんねデメリットもあるんで、うん、可決はされなかったそうなんですけど、それが現実にもう議題として上がってきてる国があって、うん、いやこれすごいっすねっていう話を舞台監督さんと僕と、はい、で僕のもともと同期の芸人で今僕らのイベントついて作家とやってたんですけど、うん、まあその作家が眠そうでいや、こんなおもろい話。いや、わかるんですよ。うん、もう、二人ともヘトヘトなんですよ。で、お互い、昨日、パンパンに仕事抱えてて、お互い、共有してる仕事が、締め切りがこの日やな。これ間に合うか、うん、いや、これきついな。うん、今何抱えてる、これとこれとこれやってる。のむちゃんは、これとこれとこれがあって、あとこれも入ってきて今日。どうしよう。いっぱいだけ行くか。つって。ちょっとね。もうやるせえ。昨日単独ライブやったんで、漫才。うん、もうヘトヘトで。んで、まあ、ツイッターに何の気なしに載したら、それをたまたまツイッターあの舞台監督さん見てくれてて、俺も今飲んでんねんけどよかった行くか誘ってくれはって、そっから行ったんですけど、もうそんな話ばっかりすごいな。でもなんか日本の CM 作る会社も今新入社員として人工知能入れてるみたいで言ってるけどな。で会議にそう男の子女の子 2,3 人プラス人工知能1人1個置いてバーッと喋って、最終的にどんな結果を出してくれるかみたいな。全 CM が入ってるからね、この人工知能の中には。当たる CM のバリエーションがあって。なるほど。データが入ってた。今で言うと、その、昔話をパロディにするとかいうのは、そっから出てたわ、なんか。とかいうのもな、すごいよな。でもその、ハブさんが、ペッパー君と、なんかね、ペッパー君やったかな、なんかまあそういうのと将棋指すみたいなのがあって、もう買ったんですって。はい。で、なんかね、感情を表す、なんか、出るんですってモニターで、うん、ただその対決したとこのペッパー君のその持ってる会社さんがプログラミングをちゃんとこうしてて、うん、そのただ怒ってる喜怒哀楽じゃなくて、うん、悲しいから怒るとか、うん、なんかねそのちゃんと、うん、怒りにも細分化しててみたいな、細かいやってるんですよ。理由がちゃんとあってという。で、羽生さんと将棋を指しました。羽生さん1局目勝ちました、うん、怒るが表示されてるんですよね。で、刺して、どん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 機械が負けていく。うん、ほんなら、嬉しいに変わったんですね。これなんでかっていうと、うん、そのね、そのペッパー君を扱ってる会社の人曰くですよ。はい、まあ、これあくまで想像ですけど、うん、はい、羽生さんが勝たれたっていうのを僕たちが見て、うん、で、まあ、嬉しいと、うんうん、いうのを呼んで、自分の持ち主が喜んでくれてるっていうことに対応して、そこを見てリアクションを取ってるんだと思いますっていう、自分が負けたことでいろんな人喜ぶやろと、うん、だからこの負けてしまってる対局については腹も立つし悲しいけれども、でもあの人はそれで喜んでくれてるってデータが取れたからそれに嬉しいってなってる。え、なんかやらしくないですか。いや、でもその成長ってね、この短い時間ですよ。はい、これ怖いな。怖いな。怖いですよ。で、分からんくなってくるな。それもこっちの深読みの可能性もあるけど。まあまあまあ、いや、なんかそれ本当子役のめっちゃ頭いい小学生みたいな。うん、なんかやらしくないですか。そうやね。気に入られよう。もう、ごますれるって。そうそうそう。いや、というよりは、だからほんまに、その、細分化してますからね。その中のうちで、なんとでも、いや、だから、へつらうあれがないですからね、別に。まあ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 。うん。ロボットからすると。うん、でも、うん、でもそういう能力も多分ついていくんやろな。へつらうというね。そうそうそう。感情人間ができる、まあ日本人が特にな、うん。そういう部分あるから。いや、だからもう、スーパーダッチワイフの時間はもう、刻々と迫ってます。ちょ、何言ってんの。そうなる。そこじゃないやろ。そっち行きたかった。そこじゃない、そこじゃない。せっかくこんだけすごいのを、そんなところに持ってかんとって。第2部のオープニング。いや、でもほんまに。
恋人がいらない時代が来るんだ。まあロボットとアンドロイドと中国今すごいんですよ。社会現象とまでいかんけども。あ、そうなんですか。その OS の一つで、あの可愛らしい女の子の声で受け答えするっていうのがね、まああって、でそれであのまあ言ったらシリみたいなことですよ。歌ってって言うと歌ってくれないんですって。でそれは照れる描写があるんですよ。私こんな人前で歌えないって返すんですよ。でそれもまあ普通に何やの乗れよぐらいでね、やってたユーザーたちがね、ほんまに何日かそんなことも経って忘れて、今日仕事で嫌なことがあってさって何の気なしに愚痴った時に初めてその子が歌ったんですって。みんなそれにめっちゃ恋して。いや、でも僕はこれを否定できなくて。まあまあすごいわな。え、これあるぞと。ほんまに。ほんまにだから人の心を読んで、ちゃんと動いてるから、そういうことになってるよな。え、でも、ものすごく進んだら、ロボットもだから人間みたいになるから、ほなやっぱ人間でいいやんって戻ってきません？360度。いや、というか、ロボットが、ロボットが人間いらんくなる。だからそれを描くじゃないですか。はいはいはい。ロボットだけ乗っ取られるみたいなね。でも、そう、でもそれって今までのロボットって、こっちが都合よく作ってたから必要であってってことだよね。はい。そんなに対応されてもうたら、もう人間でいいし、そんなそっぽ向いたりとかすんやったら、それは今人間の絶対数が多いからであって、これがロボットが量産されてて、ロボットがロボットを作れると。このロボット党だ。自我持ったら、もう人間いらんって判断された時のこの人間の。ロボットにな。ロボットに人間いらんと判断された。今こっちが、そう。握ってるけどな、その実験を。思ってるからな。知恵があるって本気で思ってるから。ラジオとかもう全部ロボットになるかもしれないってこと。お笑いがだってパターン化されてったら。そうや、ネタもな。うん。ロボットが作った漫才の方が。おもろいってなったら。M1 取るかもしれない。だって今、ボーカロイド、流行ってますよ。だって個人の声をプログラミングして、亡くなってから音源出たりとかもありましたし。いらん、芸人もいらん。ラジオパーソナリティもいらん。なんもいらん。なんもいらん。ロボットだけ。めっちゃ浮いてる。いや、怖い。いやいや、いやもういやや、怖なってきたわ。おい、人間やんぞって。なんかめっちゃ怖なってくるな、それ。どっかで何か歯止め聞かさないと。そうですね。人間の反乱が。いいことにはな、もちろんあるんやけどな、それは便利なこともあるやろし。終末戦争が。うわ、もう映画やん。審判のが来る。ちょっともう、嫁がないとだけはもう。野村さん、嬉しそう。いや、ワクワクしますね、でもこういう話。死守しような。だって自分が生きてる間には OS なさそうですもん。ないや、なんかもう野村さんはすごい大きい話してて、河野さんはこのラジオだけは死守しよう。このラジオだけはもう人間、俺らがやるな。KBS 教育。だからやっぱ危機感がないですよね。まだふざけてますもんね。KBS もいじってるし。ふざけてないや。違う、嫌やんか。もう乗っ取られて嫌やろ、ロボットに。それは。乗っ取られへん前提で喋ってるやんか。ほんまに乗っ取られると思ってないからまだ言えてんねんて。いやし、この、そういうのこいつロボットなんじゃ。あ、ほんま怖なってきた、怖なってきた。TBS の。怖なってきた。飲むロボットだ、これ。怖なってくるって、もうやめよう。ほんまや。飲むロボットって。飲むロボットだ。いや、なんか可愛いみたいな感じも持ってきましたけど。ファービーみたいに、可愛さが出た。懐かしいファービー。ちょっとね。はい。科学が進むのはな、もちろんいいことやけども、人間のね、こう、あったかみとかもあるから。ラジオの特に。そんなんいらんようなってことかな。ロボットがあったかみたいな時代が来るか。なんでこいつ、そういうことですよ。お前なんでそのロボット派な。いや、でもほら、ロボットの父と母は人間だから、作り出した。そう。だから今度は、その、神への暴族とされてた、ロボットが人間作る時代が来るかも。もう、やめよう。もう怖い。やめましょう。はい。二部スタートしましょう。しましょう。ね。はい。今日のメッセージテーマはあなたのジンクスは、忘れないでください。ジンクス。もしくは願掛けとかね。はい。ね、メッセージもいただいてますから。読もう。読みましょう。行きましょう。ラジオネームハールンさんからいただいております。私のジンクスは、というか、私の学校のジンクスは、体育祭で青組は必ず最下位になってしまうということです。ああ、なんかもう、一時の阪神みたいな。私は今中学3年生で、3年間青組だったのですが、3年間ずっと最下位でしたと。青組はずっと最下位ねんて、こういうというジンクスね。学校ならではですね、なんかね。そうね。はい。え？何やねんな。
いやあるよね、学校によってのね、その、うんうんうん、まあな、うんはい、うちも確かに青あんま強なかったイメージあんな。あそう、うん、寒色やからじゃん冷たい色やもんな、うん、まあ、なんかあん赤組とかその、ね、熱を帯切らん、ありましたもんね、うんうん、体育祭やしな、そう盛り上がるような色の方が、うん、青はちょっと冷静になっちゃうのかな、風水的にはもしかしたらな、うん、そういうことかもしれんな、いじってるやん、何が風水を大事に、風水的にもなっていうトーンが、じゃいじってる、俺と KBS さんいじってる、なんで KBS さん関係あんのKBS さん俺一回もいじってないから、シャレならんな、一回もいじってませんから、もう一枚、もう一枚行きましょうか、はい、ラジオネーム京都の変なおじさんより参加いただきました、プリマダンナさん上原さん聞いてるよ、お、うん、ありがとうございますうんってなんやね、ありがとうございますや、私は免許証に孫や家族のプリクラや写真をパスケースに一緒に入れてます、うんうん、車の運転するときや信号待ちで写真を見て、家族が見てるぞ、安全運転して交通ルールを守るぞと自分に言い聞かせ、15年間無事故無違反を続けていますよと。だね、そういうのを見るたびにやっぱり家族と思い出して事故したらあかんなと、うん、大事ですね、うん、いいですねこれね、ちゃんと思いとね、ちゃんと 見ることで分かるんかな、うん、そこでな、もう一回、うん、うん、安全確認をし直すという、まあ確かに怖いもんね、運転してても自分が悪なくても周りの、うん、そうですよね、車が、うん、いや免許持ってないやん、関係ないやん、今この人免許持ってないですよ、あれ、あ、そうか、ウェイパーまだ知らんか、はい、車の免許持ってないですよ、あら、言うなってもいいやん別に、はい、そうなんですよ別にいいんですけど、全然いいねんけど、うんうん、今の感じだったら運転してたら怖いですねみたいなさらっと言ってたけど、持ってない、ね、いや親父の車にはよう乗るからタクシーの運転手さんされてるからね、お父さんは、うん、そうなんですね、そうそうそう、個人タクシーな、全員やん別に、タクシーの運転手さんって言ったらタクシー会社にお勤めの方が何の思ったのに、全然違うから、個人とタクシー会社にお勤めの方とはまた種類が違うから、一緒じゃないの、全然違う、おやじは個人事業主やから社長、社長、社長、社長さん、いやお前笑ってるけどマジでおやじめちゃめちゃ稼いでるからほんまに、いや別にありえへんけど、でもタクシーの運転手さんって言うや、別に個人かどうかは言わへんやん、いやお前はラジオやから今言葉気使ってるだけで、普段はうんちゃんっていうタイプや、うん、俺一番嫌いや俺いや言わへんやん、言わへんって別に、なるほどね、いやもう誇り高いですよ、だっておやじはもうあれですからね、うん、あのナビ積んでへん、あのドライバーさんのナビ積んでるドライバーさんも、はい、野村さん言うて親父に仕事中電話かけてるんですよ、おい、道のここ行かなあかんねんけど、どの道が一番早い、仲間から、はい、へえ、親父の中にナビが入ってるんで、すごい、この間もだって京都までのお客さんたまたま広田からやって迎え来てくれて、KBS の下つけて一緒に帰りましたよ、でもそういうこと、人工知能が進んでいったらそういうタクシーの運転手さんもいらんくなるんじゃない、そう、親父はもう殺されるよねなんで殺されんねん、違う違う、その仕事が先に殺される、仕事がなくなるでええや、何してん、すごい愛情に、お前先に殺される、お前のと何をしたんや、お父さん、ね、仕事がなくなるでええやんな、話しとったなんで殺されなかった、になるでいいのに、かわいそうに急に、びっくりしてるんだ、お父さん聞いてたら、ね、殺される、どんなに引き殺されるびっくりするわ。ああ、びっくりしましたね、今日はいろんなジンクスについて、はい、皆さん送ってきてください、よろしくお願いします、よろしくお願いします、プリマダンナの今夜も突然だぞ、メッセージをお待ちしています、メールアドレスはダンナアットマーク kbs.kyoto danna アットマーク kbs.kyoto まで、皆さんからのメッセージお待ちしています、巨人しわし、そうや、ラジオドラマナイト、このコーナーでは毎回ラジオドラマをします、はい、リスナーさんからいただいたお題で野村さんが台本を書いてきてくれてますので、はい、それを3人で、うん、はい、読み上げていこう、すごいですね、はい、すごい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 、毎週すごい、本当にすごいですね、毎週ね、すごいですよ、いや昨日そやちょっとまたごめんなさいね、それますけど、うん、まあ、この後あの河野のコーナーなんで、はい、へつれるんで、新コーナーやぞ新コーナーやねん、何があったんですか、あのね、単独ライブ終わって、はい、まあ、ありがとうございましたみたいな、僕あんまそうしたくないんですよ、うん、もうそのネタ見て、うん、気持ちよく、は面白かったなってスッと終わって、うん、その気持ちのまま帰ってほしいんですけど、うん、まあ、なんかね、いろいろ決まり事もあって、はい、告知もせなあかん、まあまあまあね、まあ、最後出てって、ね、エンディングなんかちょっとチャーニングするみたいな喋りがいるんですよ、はい、んで漫才とコントの単独ライブを今毎月やらせてもらってて、うん、はい、
でその間に、まあ、こういうラジオドラマもそうですけど、うん、僕お芝居の脚本家がしてもらったりとかね、うん、してて、うん、まあ、それをよく言う人もいればお笑い芸人やねんから芝居書くってどうなのっていう人もいるんですよ、うん、でその意見もまあ分からなくはないんですけど、うん、いやお前ほな俺がネタだけに集中しても俺の人生保証してくれへんや、うん、曲だな話、うん、ほっといてくれやなんですけど、うん、まあ、そんな言いたがる人が多くて、うん、まあ、そこはもうほってでもやったろうでやってるんですけど、うん、昨日そのエンディングで、うん、まあ漫才とコント、まあ、毎月単独ライブやってるんでって言った時に、うん、河野が、うん、ね、その間芝居も、うん、って言ったんですよ、うん、それを終わってから僕はあんま思ってなかったんですけど、うん、飲んでる時に作家もいてて、うん、あの時の河野の、うん、ね、飲むじゃんも芝居もやってっていう、うん、あれがすっごい嫌味っぽくなかったって言われてえ、ほんま、いや俺はその時思ってなかったけど、うん、でもそういうやつよなって話で言われてみればみたいな、違う、ほんまに盛り上がりました。ちょっと待ってくれやな、それ勝手なその人の被害妄想やな、別にそんな全くないし、いやそれだけすごいんですよという意味やね、そう、こんだけで芝居も書いてっていう意味を、何がラジオドラマやねんともし思ってたらね、もう申し訳ないなと思って、いや思ってない思ってない、それはあかんわ、今後このコーナー2人で、ちょっと誰それ言うたんそれ名前教えてくれ、はい、またそれは後でじゃあ詳しく、めっちゃ面白かったんですよ、その目線がね、うん、って言われてみれば、あ、まあそう、まあ、聞こえなくもないんかなっていう、いなんか別にまあ言わんでええことって言わんでええことなんで、パーンって挟んできたんですよ、はい、それがね、なんか何しようかねほんま、はあ、ほんまそんな言い方してない。いや、芝居も書いてる中で、ね、こんだけやってるんですよっていう感じ言っただけが、うん、そう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 、はい、そうですよ。じゃ今日はとりあえず仲良く3人で、はい、ラジオドラマやりましょう、はいはい、どうかな、やるよちゃんと。今日のお題はももくり3年だ Z さん、そして弓嵐さんからいただいたテーマをくっつけまして、うん、キャプテンアメリカザリガニ VS 唐揚げ姫です普通に言ってるけどくっつけるのがおかしいから、まあ、先週はダブルアウトのお二人が、ね、初めてということ で、ね、ちょっとくっつけようやみたいな、うん、はい、ということで、はい、はい、もう早速いきましょうか、はい、はい、それではキャプテンアメリカザリガニ VS 唐揚げ姫のラジオドラマスタートです。よっしゃー、やっと昼休みや。こーら、朝に頼んだこともう忘れてるでしょ。え、なんやっけ。転校生やからこの学校案内してって。ああ、そういえば、あ、ほな一緒に食堂行く。ごめんね。あー、すごい広いね。うん、せやろ、中学の時学校の説明会来てこの食堂を見て受験決めてん俺。あー、その気持ちわかる。前のところは購買しかなかったから。え、そこで飯買うの。あー、学校によって違うもんやな。そうだね。あ、早く並ぼう。ここの列はすごいね。おう、麺類、丼類、デザート類、ジャンルで分かれてるんやけど、ここは毎回売り切れるのが早い列やね。ここは何の。おばちゃん、唐揚げ姫。唐揚げ姫。おう、唐揚げの丼。甘酢から揚げた、絡めた唐揚げの上にね、温泉卵が乗ってて、最後に紅生姜と混ぜて食べんねんけど、めっちゃ美味しいね。へぇ。え、でも唐揚げ姫っていうのは、俺が入学した時から先輩もみんなこう呼んでたからな。なんでやろう、考えたことなかった。あ、学校によってそういうのあるよね。お、何すんの。じゃあ僕もその唐揚げ姫。あー、ちょっと待って、転校初日やったら。おばちゃん、キャプテンある。キャプテン。お、マジで。お、よかったよかった、キャプテンあるってめっちゃラッキーやん。え、キャプテン、そんなに人気なの。いや、人気なんてもんじゃなくて、もはや伝説。いつ出てくるか分かれへんから噂だけが一人歩きしてんねん。卒業するまでの3年間一回も食べることなく終わる人もおる。様々な憶測が飛び交って、理数系の奴らはこのキャプテンが出てくる確率の算出で受験を置いて人生を棒に振った奴もおるくらいからな。すごいね。まあこの食堂の人気ナンバーワンとナンバーツー、唐揚げ姫とキャプテン、事実上ここの戦いやな。はい、キャプテンアメリカザリガニね。あ、これがキャプテン、え、アメリカザリガニ。うわぁ、初めて見た。くっせぇ。え、すっごい匂いなんだけど。ちょっといいから食べてみて。でも、どうしよう、すごい臭い。なんだよこれ、唐揚げ姫の方が絶対にうまいじゃん。キャプテンアメリカザリガニ。
確かにドブ川みたいな匂い。何が乗ってるのか分かんないけど、卵で閉じてるっぽいから食べ物だよな。いや、食べ物の匂いじゃない。でもここで食べないと転校生が伝説のキャプテンを残すなんて。ほら早く。うん、いただきます。うわ、なんだこの芳醇な香り。口に入れた途端、白身の淡白の味わいの中から甘みが広がり、その旨味が他の野菜とも見事に調和している。それだけじゃない、このソース、日本人の舌に合うよ。醤油がベースのようだがとんでもない。多国籍な調味料が合わさっているが、どれ一つとっても邪魔していない絶妙のバランス。ではなぜ、なぜこんなにも臭いんだ。珍しいな、あいつが勉強なんて。夢が見つかったって嬉しそうでしたよ。かわいそうにまた一人人生が狂いましたよ。キャプテンアメリカザリガニの確率をな出してるんでしょうね、うん、今どんだけ出てくるか。やっぱ美味しいは美味しいんや。うまいな、うまい、めちゃくちゃ美味しいやね、うん、なかったですか、なんか学校のオリジナルというか、はいはいはい、呼び方か教育実習の先生とかは母校やから、はい、すいませんけど、なんかほんま新任の先生とかとなんかね食堂行ったら、え、何それみたいな、はい、これおすすめやねみたいな。でもお金なかったからな、ロシアパンばっか食ってた。ロシアパンな、でっかいやつな。ロシアパン100円のね、薄く甘いね、はいはい、はパンがあるんですよ。男の人ってそういうの好きですよね。三味とか食べてたね。三味は食ってなかったな。あ、そう、三味食ってるやつめっちゃ嫌いやった。なんでな、なんでな、何があかんねん。三味、あとあれはチョコスティック。ああ、あったあった、あれめっちゃ10本ぐらい入ってたな。 あれも食ってた俺。ああ、おったおった、嫌いやった。なんで嫌いなんで嫌いやねんな。四味知ってる？なんか聞いたことあるねん。四味、四味ネットでは見てん。三つの味があって、四、はいはい、味って四つの。何？三つ、もともと何？チョコレートやろ？チョコレートかかってるね、三味って。うん。チョコと何？練乳みたいな。三味のあれは何回噛むねん。やっぱりそこ戻ります。もう噛むなってなってから、なんか勝手に言い回し変えたりとか、うん、ちょっといや噛みそう、本通り言いやすいのにちょっと変えさせてもらいました。あと最後のすごい長いセリフのとこ慎重に言ってましたよね。そこはね、ごめんなさいごめんなさい、ちょっと伝わりました。一周ブランクがありまして、うんうん、ごめんなさい、噛みました。いやいや、毎週やってやっぱ、いや、え、なんかおあかんの、その俺が書いたりとか。そんなことないって。そんなことない。お前もあれか、漫才とかだけやっとったらええってタイプか。違う違うよ。なんで俺がここで噛むことによってこれなくそうとすんねんだ。あら。違う、違いますよ。反対だったみたいな。反対の仕方がおかしいやろ、俺な。噛むことでアピール。言うよ、それやったらなんかあったら。はい。違いますよ。また頑張りましょう。はい。すいませんでした、はい、今日は。難かった、これ、マジで。ね、でも面白かったですね。うんうん、はい。まさかそのメニューになるとね、思ってなかったので。はい。ということで、はい、今日は、ももくり3年ダーゼット&弓嵐さんからいただきましたお題、はい、キャプテンアメリカザリガニ VS 唐揚げ姫のラジオドラマナイトでした。はい。はい、じゃあ来週のテーマを決めましょう。はい、まずはラジオネームトワイライトムーンさんからいただきました。必殺料理人。うん、仕事人ではなくてね、料理人です。はい。ラジオネームシーシさんからいただきました。いつもエジソンに先を越されていた発明王。うん。エジソンよりね、先してたんやけど、先に越されていた発明王ね。そういう人がいたんですかね。はい。そしてラジオネーム、イングリッド・ジュックマンさん。イングリッド・ジュックマンさんですね。お題、奥様は高校生。奥様は高校生。はい。そしてラジオネーム、E 型おばさんさん。一元さんお断り。で、注文がありまして、京都を舞台にしたラジオドラマをお願いしますと。あ、一元さんお断りというね。じゃあ、せっかくなんで、うん、細かく、あ、こちらしましょうか。E 型おばさんさんのテーマ、一元さんお断り、そして舞台を京都でということでよろしいですか。一元さんお断り、お断り、はい、今ね携帯に打ってくださってます、はい、お願いします。はい、はい、お断り、かっこ京都の、うん、舞台を京都でね、かっこ舞台を京都で、はい、はい、
皆さん来週も楽しみにしておいてください、はい。リスナーの皆さんからはラジオドラマにしてほしいお題を募集しております。メールアドレスは danna@kbs.kyoto danna@kbs.kyoto、 ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300 までお願いします。そしてこのラジオドラマナイトのコーナー終わりには過去のラジオドラマの再放送をお送りしています。今日お送りするのは4月30日放送分でした全日本ゴールデンウィーク楽しみ方選手権です、うん、それではラジオドラマ再放送スタートです。第一のレーン映画館、第二のレーンテーマパーク、第三のレーン家でゴロゴロ。さあ各選手が一斉に並びました。どうなるか楽しみですね。今大会での優勝候補テーマパーク、昨年の雪辱を晴らしたい映画館ダークホースは家でゴロゴロと、どの選手に注目されてますか。そうですね、やはりテーマパークは私も好きですし、映画も捨てがたいので家でゴロゴロには目が行きますね。ありがとうございます。さあ間もなくスタートです。セット、レディー。さあ一斉に飛び出した、ややリードは先頭テーマパークか、それに少し遅れる形になった映画館、スタートラインから一歩も進まない家でゴロゴロ、三者三様の出だしとなりました。やはりテーマパークは午前中から動きますからね、初速には定評がありますね。映画はそれに比べいろんな時間帯が設けられていますから、少し余裕のスタートでしょうか。家でゴロゴロがここからどう伸びるのか楽しみです。なるほど、テーマパークはやや有利といったところか。おーっと、ここで映画館が家族向け映画を上映します。これは手強いですよ。いや、これ家でゴロゴロがリードしてますよ。これはゴールデンウィーク特別企画と題された民放にしてはボリュームのある映画が放映されている。映画館これは痛いですよ。テーマパークはどうなった。すごい並んでますね。やはりゴールデンウィーク混んでしまった。家でゴロゴロはそこのストレスがないですからね。加えてテーマパークを含めレジャー帰りのやっぱり家が一番感には勝てませんしね。さあこのダークホース家でゴロゴロが逃げ切る形になるのか。ブン、何もおもろいのやってないやん。ツタヤ行く。いやゴールデンウィーク混んでるやろ。嫁の名は、あゆみでしょ。いや、嫁の名はあゆみですけどもちょっと新コーナーをさせていただきます。そうなんですよ、新コーナーということで、はい、このコーナーの紹介なんですけど、はい、女の子というのは場面場面でいろんな一面を持っている生き物です、うん、でこのコーナーでは河野さんのお嫁さんのある一面をご紹介していただきます。何がちゃうねん。何がちゃうねん。嫁の取り説ないとこ。いや、嫁の取り説ないとはもうちゃんと一曲にまとめて完結しましたので、はいはいはい、今回からはちょっと嫁の名はっていうね、ちょっと君の名はの流行にちょっと乗っからせていただきまして、はい、はい、そうなんですよ。このいや、これ毎回てててまたなあかんの。そうですよ、僕はもう君の名はもう見て大好きなんで。あ、おっしゃってましたね。そうです、このラッドウィンプスの曲が聴きたいっていうのも一個なんですよ。シャラクセ。まあだから今日はまあ嫁の名はということで、はい、まあ言うたら特徴とかね、見た目とか言うたらあだ名にするじゃないですか、うん、だから毎回まあうちの嫁の特徴とかを、まあ、あだ名をつけていこうということで、うん、あ、なるほど。でもちょっともう押してるで、うん、いきます。その行きましょう、はい、終わってる時間やから。じゃあそれ次のコーナー、それはオープニングちょっと伸びたからやろ。いきます、今週の嫁の名は、はい、SNS 気にするちゃんですね。と言いますと、と言いますと、うん、まあ、まあ SNS ね、 Twitter とか Facebook とか、はい、ブログとか2チャンネルとかをやっぱり気にするんですよ。気色、うん、気色ないね、気色ないね。もともとお笑いファンやからな、まあまあ、お笑いファンってもうネットに住んでるからな。違うよ、そんなことない。いろんな人と劇場しか行き来してない生き物やから。そんなことない。さんの奥さん、よう言うなお前、みんな来てくれてんのに。いや一部な、いや一部ね
赤ん方の、赤ん方のファンな。そう、赤んとかないけども河野さんの奥さんも赤ん方、赤ん方、いや赤ん方じゃないねんって、うん、それはまあそれでだからいろいろねツイッターとかもねやっぱ検索してね、うん、例えばプリンマダンナとか、はいはい、エゴサーチしたりとか、うんうんうん、例えばプリンマ河野とか出てきた言葉とかをやっぱ見て嫌がったりとか、うん、それこそこのブログとかもそうですよ。それでも得よなお前。何、僕はわりかしそのコンビでもいろいろ書かれる方なんですよ、うん、なんかそれこそ暗いだとか、なんか今日のネタがどうでこうでとか、うん、お前だからそんな書かれることないやん、人気ないから。いやいらんこと言うなお前、人気ないからとか言うなよ。昨日も単独終わってチケットを売んのもスーパー買えんの早かったよ。じゃ昨日だ、それ水川関係ない、昨日言って、昨日めちゃくちゃ切なかったことがあるんです。なんか寂しかったというかね、河野さんがあの単独終わりね、来てくれたお客さんもね、はい、まあ、出待ちもいてて、まあ、チケットその後売るんですよ、はい、次の単独もあるから、うん、でまあ僕出て行って、まあ、大体野村その後タバコ吸うから、はい、僕の方が先出ていくんですよ、うん、だまあ、10分ぐらいね差があって、うん、はい、で漫才劇場、まあ、これあるあるなんですけど、まあ、NGK 側で、僕ら手売りしてて、道挟んで漫才劇場があって広場があるんですよ、はい、でそこにお客さんが、まあ、大体昨日ね夜遅かったですけど、まあ、2、30人ぐらいの人が回ってくれてて、はい、で結構この道をね越えれないというか、うんうんうん、その誰が一番行くねみたいな、うんうん、ちょっとそこはお客さん探ってたり、はい、見合う時間があるんですよ、うん、で僕と会ってしばらくしても来ないけど、まあ、まあ、1人いつも来てくれる親子で来てくれる人がいてて、その人が一番最初来て、はい、で 2,3 組後ろ並んでくれたんですよ、うん、はい、で残りだから、15人20人ぐらいはもうおる状態、うん、でまあちょっと喋ってて、で10分ぐらい遅れて野村がパーって来たら、うん、残りの20人ずらーってもう野村の方に並ぶんですよ、わぐわーって列できて、うん、でもこれでもすごい差あるなって僕の中でちょっとうってなってまずこう膝つきかけたよ、うん、でそんなに、でもその親子の人とね喋ってて、喋、はい、うん、ってたら、うん、後ろ並んでる2組も最後尾に野村のとこ並びに行くねん、まだ俺喋ってないねんで、うん、これめっちゃ切ないですか、そのまだ、 だってすぐ喋れるんやったらまだわかるで、はい、だって一列何列も並んでる時間はさ俺んとこおってええやん、うん、確かにわかる。いやだからそのなんでそうなったかってね、多分やで、知らんけど、何お前の全然前世の行いが悪かったんだ。いやもうやこ、やかましいわ、やかましいわ、おいラッドウィンプス言わんでええわ、うまい。それをずっと思ってたんか、俺が喋ってる間に、いや今もうポンって出たんか、うんうん、いやそれしかないみたいな、ほんまに切なかった、ま、だから俺もその親子の人をね引き離さないようにずっとその人と喋って、うん、で、 で野村の方を終わったら俺の方に来てくれんのよ、ちょっとね、だからそれまで恥ずかしいから、うんうん、いつもそんな感じなんですか。いつもそんな感じ、いつもはだからな、うん、単独ライブやからそれが顕著に出んねん。なるほど、ね、いつもはいろんな何十組もおるから、うん、はい、いろんな列があるからそれが見えへんねんけど、2人しかおらへんから、うん、ああ知れてますよ、だからそんな20人とかそんなね、うん、もんなんで、うん、そんななんかいや差がねみたいな言うけど、絶対数少ないって恥があるから。いや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 、それでもやっぱね、うん、そう、あれ全然差があるし、じゃあ、まあ、SNS も、まあ、それでたまに書かれたりとかね、僕のとこととかも、じゃあお前が老いたしてるからや。いや老いたじゃないねん、老いたのとこじゃなくて、老いたのとこじゃなくて、普通ってことあるってことやな、老いたのとこじゃなくてってお前の口から出たから、老いたもないし、老いたもないし、何気ない、うん、それこそプリマダンの河野がアホみたいに口開けて信号待ちしてたとか、とかもそのいらんこと書いたりするやんか、ちょっとしたことでもね、はいはいはい、気にして言っていきたいとか、うん、ブログ、この番組のブログのことも見てるから、うんうん、オンエアは聞いてないけどブログで書いてることで、うんうん、まあ、あんたは私の嫌なこと言ったやろとか言われたりとか、はい、やったじゃないね。で最近そのね、まあ、奥さんもありがたいことでテレビに出てくれようになったんですよ、はいはい、でテレビに出てくれってことで、ええ、もちろんね、ありがたいことっていうか、まあ、自分で言うの恥ずかしいけど、うん、あ奥さん可愛いとか奥さんめっちゃ綺麗優しそうとかいうね、うん、コメント、これはいいんですけど、はい、まあ、ちょっとまあ悪口というか、まあ、そういう人もいるでしょうね、まあ、料理ができないという紹介があるから、料理汚すぎるやろとか、こんなやめてよ、こうの結婚したなとか、めっちゃ悪口書かれることを僕にめっちゃ怒るというか、はい、私こんなん言われてんねんけどみたいな。うん、で俺はもういやそんなん気にせんでええやんっていう、うんうん、2チャンネルに書かれてることなんで、もう嘘とかもあるし、うん、何も気にせんでええやんって言ったら、もういやあんたは免疫力高いか知らんけど私関係ないからっていう、うん、そこだからね、やめてあげてっていう、リスナーさん、ああなるほど、ファンの方とかリスナーさんとか、まあ、ファンじゃないんですけどね、そんなやつは、そうなるとね、まあ、誰か分かってるけど、分かってんの、特定できんねや、特定できてるよ、タッチ悪いおばはんな。いやそれも、ね、俺も特定できたわ今、うん、それも今でもそう書かれるのよ、あいつ書き女、書き女、しょうもないブロックしてるけど。
ちょっと俺もそっち行ったらあかんわ、止めるわ、ちゃんと俺はちゃんと止めるわ、ごめんごめん、2人して言い出したらこたのまらんなるから、ね、まあ、俺の奥さんのこともな、俺ほんま他のファンに言うとけど一回も俺よしとしてへんからな、そうなんか今やめて、なんかある感じで書きよるから、なんか俺もなんか当たり前になってるみたいな、あの受け取んなよ、なんかいろんなもんなんか勝手に配布してるらしいけど、あ、そうね、過去のイベントで配った音源とかを勝手に焼き回しして、それは来ませんよ、うん、そう、それは人としてルールがな、もしれないですけどね、うん、いや見に来てくれるのは嬉しいけんですけど、うん、それはな、そうそう、マナーを持ってと、見に来てくれるの嬉しいとも俺は言うてへんいやもうやめてやめて、それはみんなやっぱり好きな人のことは愛を持って、ね、特にちゃんとルールを守って応援しましょう、奥さんはまだその免疫力がないのでということです、すいません、まあね、でもまあ今かわいそうやなと俺も思う、うん、何にも悪ないから別に、まあ、そうですよね、てかほんまにさあもうええやん、うん、まあ、言わんでこといちいち言いよんねん、いや俺のファンか知らんで、はい、けど俺も質悪いと思われるから、それが嫌やね、うん、ボコボコに書くからね、なんか道連れにされるの嫌ですよね、そう、俺が河野と河野の嫁はんいじんのと、うん、素人が言うんは程度が違うから、全然違うからね、それはね、そう、こっちは俺も傷ついてるからね、うん、言いたくないもんだって、何を河野のこととか河野の奥さんのことを悪く言うつもりなんか一切ないから、うん、ほんまはね、うん、でもこれでちょっとの笑いになってくれたら、そうっていうとこでいやいや言うてるだけやから、そうそうそう、いやいやな、いやいや、心傷つけながら、いやめっちゃ苦しいよ、殴る方が痛いっていうあれやん、はいはいはい、そう、殴られるより、ま、殴る方が痛い、まあ、でも殴りすぎる時もあるけどな、いやそれだってやっぱお前の奥さんがおかしいからやめろやな、出た殴る、今も胸痛かったんですよね、今は殴らんとってくれや、野村さん今も胸痛かったんですよね、こう殴ってるからね、うん、それを言うな、それを言うて、そういうの書かれんねん、ネットに、河野の嫁は留年している、しかも料理できへん、最低やなみたいな、じゃあだからこれは僕が言うのはいいんですよ、そうやねん、そういう、だからこいつ感覚おかしいから自分で言い出すようになってきてるから、今奥さん紹介するコーナーで嫁がね、ダブってってね、先週言ってたあれですよ、あったな、でめっちゃ客引いてたって、なんで旦那がそんなに言うの、俺は守らなあかんがないからな、うん、お前はそうやねん、そうやねん、でも本当河野さんの奥さん様様ですよね、そうなんです、このコーナーもありますしね、てくれてるだけで本当にありがたいというのを皆さん知ってください、みんなで奥さんに感謝しましょう、そうです、はい、全然前世が丸2曲流れました、流れましたもう一度じゃあ今日の、はい、あの嫁の名は言っときましょうか、はい、SNS 気にするちゃん、はい、はい、じゃあまた来週もね、ほんまに、まあ、奥さんにも言えるし、まあな、他の人にも、あのファンの人もうそう、うん、しょうもないね、ほんまチャンネルとか特にね、もうみんな見んとこ、どうでもええ、そうやね、目つぶろ、一方もかゆもね、あんなもん、河野、うんうん、がだって高島屋の前でナンパした女の子にキスしてたって一時な、もういらんこと言わんねえねん、ちょっとあったけど今誰も覚えてないよ、終わろうと思ってたんですけど、広げましょうか、え、忘れてんねん、ぶり返すなよな、以上嫁のなあでしたプリマダンナの今夜も嫁がないと、 KBS 京都からお送りしています、まるまる大陸、このコーナーは野村さんが毎回ある職業のプロになりきります、そして私と河野さんはある番組を作ろうと模索する制作スタッフの立場で、そのなりきっているまるまるのプロ野村翔平さんにインタビューをしていきます、はい、生放送中にドキュメンタリー番組を一本作ってしまおうというようなコーナーですね、うん、はい、はい、じゃあ早速いきましょうかね、いきましょう、はい、今日のゲストはタクシー運転手のプロ野村翔平、よろしくお願いします、お願いします、タクシー運転手さんですね、はい、まあ、もう個人ですね、あ、個人タクシーの運転手さんをされているということなんですけども、はいはい、どのあたりでやってるんですか、その回ってるところは、エリアはもう基本的に南大阪の方で、はあはあ、まあまあ、あの乗せるお客さんによったら遠方の方なんかは、はあ、まあ、こういう京都に来させていただくこともありますし、はあはあ、うん、はい、いろいろですね、まあ、もちろんタクシーの、ね、運転手さんってたくさんおられると思いますけども、はい、まあ、ここに来られるって方は、まあ、ある業界の一流というかプロの方に言ってもらってるんですよ、はいはい、何が他の方と違うんですか、うん、やっぱりそのタクシー会社さんにお勤めの方と違って、うん、個人になってくると、うん、よりその顧客の方との対応みたいな、うんうん、だからそのありがたいことにこうごひいきにしていただくお客様、うん、顧客数っていうところでは、うん、
でまああのじゃあね自分で言うのもあれなんですけど、まあ負けないと思います、ね、すごいですね。どれぐらいの方が、ねもう本当に数えきれない、まああの自分の持ってる携帯も2台持ちで、はい、もういろんな業種に分けて管理はしてるんですけど、あ、はい、もうあれですね、まあ、あの守秘義務というか、あ、まあまあうね、まあ、はっきり言えないですけど、まあ各界の有名人の著名な方も、はい、中にはいらっしゃって、はい、芸人さんとかもですか。はそうですね、いろんな方、1日どれぐらいの人数の方を乗せはるんですか。2人ですね。少なないですか2人、はい、こだわりで、ね、あそういうことですかね、うん、こだわり、そうですね、あ予約ですか。もう基本は予約で回ります。若い時はねもう流しって言ってもそれこそいろんなところで、やったりもしてたんですけど、はい、走って、捕まえてっていう、はい、1日2人やったらもう予約パンパンというか、次何年先までとかになってるんですか。ね17年先。いや分かんねえやろ予定17年先もうあれなんですよ、もう先に僕のタクシーに乗れるから休み取ってその日に出ようとかっていうのが多いですね。タクシー乗るのがありきで。どういうこと？何が違うんですか。その、うん、そのだって目的地行くだけなら、はい、普通のタクシーさんでいいと思うんですよ、はいはいはい、そこまでね17年先まで予約取って乗るタクシーって何なんですか、うん、ま、椅子柔らかいですよね。それだけ？それだけで？あのね大体の方がもうお休みになられますね。あ寝ちゃう。はい、っていう意味では、もうほんまにピロータクシーとかラグジュアリータクシーとかもう寝室タクシーとかもいろいろ呼ばれ方が、はい、1人何、まあ、1日2人でしょ、1人何時間ぐらい乗せるんですか。まあ、遠方の方でしたらそれこそ1時間とかかけて、まあ、それこそ大阪京都間でしたらそれぐらいなんですけども、過去にはまあ東京に行かれるっていう方も、はい、東京まで大阪から、まあ、夜行バスとか、まあ、もちろん新幹線で2時間半ですか、はい、っていう時間より、まあ、長い時間、まあ、寝台列車とかもねありますけど、はい、あえて僕のタクシーでその行きたいって、まあ、あの京都でしたら四つ葉タクシーとかね有名ですけど、まあ、結構ですか僕のタクシーに乗られて快眠を取って、でそのままお仕事に行かれていい結果を残されるっていうちょっと縁起も、そんな寝れるんや、はい、言うてもでも車やから揺れるでしょ。そうです、ね、揺れないです。揺れるでしょ。揺れないです。何か訓練されてるんですか。もうはい、どういうこと。揺れない、遊びがないんで。クッションないの。ないです。スプリングみたいな、ないの。もう遊びが一切ない。逆に危ないです。車としては危ないですよね。そんな揺れへん車なんて。揺れが一切ないですね。なんせ遊びがないんで。遊び必要なんですよ多分車構造上ね、うん、絶対に。そうですよね、ねえ、うん、ギッチギチなんで。タイヤとちゃんと回ります。メンテナンスも毎日行ってますし、もう締めれるだけ締めてください。閉めれるとこは全部閉めてください。それにしてもや、ね、そうですね、閉め切ったとしてもある程度のクッション性がないと、うん、いやもう車走らないですよ。まっすぐその、はい、目的地まで出るように。でもねそれじゃ あ, あの後部座席でしょ大体乗るのは。そうですね、柔らかいから揺れない、それは分かりますわ。あなたの座ってるところも柔らかいんですか。いやめちゃめちゃ揺れますね。でガチガチに硬いです。それはあえてなんですよ。お客様にそれだけいいものを提供する自分も居心地のいいものにっていうのはちょっとお門違いというか、なんかもうすごいね都合がいいと思うんですよ。やっぱりそのお客さんを気持ちよく送り迎えさせていただく手前、自分は苦行と言いますか、だから本当言うとあのタクシー業界も今なかなか大変な時代でして、まあやっぱりこうタクシーを乗らない方多いんですよ、うん、若い世代なんていうのは特に、うんね、って中でやっぱこう1日2人でこう、うん、まあさせてもらえてるっていうありがたいっていうところもありますんで、うん、なんかあんま自分に甘えてもなっていうところですね。ちなみにその大阪から東京間行った時はいくらかかるんですか。はでも5、6万ですけど、うん、5000円超えてからはっていうあるじゃないですか。半額みたいなね。はい。うち、ん、5000円超えてからももらってないんで。え？もらってないってどういうこと？ということは ?5000 円ですね。そら予約するわ、お前。17年先5000円で、はい、そんなしっかり出れて東京まで行けんの。はい。
めっちゃええやん。それでそのでもガソリン代マイナスちゃいます。そうですよね。あ、でもやっぱり大体の方がこう気を使って言ってくれますね。そこは出させてほしいとか。なるほど。5000円超えたらもらえんってなんなん、アホやん。個人なんで。いやそうやけど、はい、マイナスの方がでかいですよね。そうですよね。毎日ほんで車メンテナンスしてやろ。はい、閉めれるだけ閉めて。大赤字やん。ご自身の椅子は硬いんですよね。ものすごい硬いですね。できるだけ硬くっていうので、今何代目かな、もう結構ね、はい、その、まあ、その走行距離とかもあって、変えてるので、うん、車自体も今御影石ですね。え、御影石に座ってんの。はい、あ、石。はい、いや、いや、お尻爆発しますよ、そんなんで。どっちお墓に使う、ですよね、冷たいやつですね。まさか。じゃあそんなことせんでええやん、普通の椅子でええやん。なんで自分にさ苦行を与えんの。貸してるんですよね、お客さんに気持ちよくなってもらうためですか。はい、いや、えらい変わったね、タクシーの運転手さんでしょ。引き詰めるとそうなるんですかね。では最後に質問させていただきます、うん、野村さん、あなたにとってタクシーの運転手とは一体何でしょうか。お金を払ったら安全に目的地まで送ってくれる職業の手袋をつけてたりつけてなかったり、帽子をかぶってたりかぶってなかったり、雨くれたりくれなかったり、ティッシュ出したり出さなかったり、入る時のドアに腕添えてくれなかったりくれたり、ラジバンだり。あかん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 、絶対それ言ったらあかんや、絶対それは言ったらあかんや。先輩のや、事務所も違う先輩のやんか、それ。はい、ダメですよ。まさかの、まあまあ、さ、タクシーの運転手さんが言ったやもんね。今そうですね、はい、ね、というわけで、はい、お送りしてきました丸々大陸、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、毎週隔週ですかね、これから。そうね、まあまあ、ちょっといろんなコーナーはまだありますから、はい、うん、まあ、またこういった形で野村さんに丸々のプロになりきっていただきたいと思います。はい、以上、丸々大陸のコーナーでした。オーナイトギナイトリナイト。このコーナーは大喜利のコーナーです。はい、リスナーさんから大喜利に対する回答を募集しまして、そのリスナーさんの回答で、私と河野さんと、うん、一番いい回答を選んで、その勝負カードとプロの芸人である野村さんの回答と対決するというコーナーです。はい、はい、野村さんの回答に勝つことができれば、うん、ステッカーをプレゼントいたします。はい、今日のお題は、はい、レジでおじさんのバーコード頭にヒットしたら表示されたまさかなものを教えてくださいです。うん、おじさんのバーコード頭でね、はい、何が出るかです。うん、では紹介していきましょう。まず候補になったものからです。ラジオネームシーシさんからいただいた答えです。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかなものを教えてください。ワンカップ大関ミニ。うん、おじさんがよく飲んでるね、ありそうですね、お酒ですよね。うん、うん、シーシさんもう一個ね、答え良かったんですよ。はい、弱点風っていうのもありました。あ、なるほど。風に吹かれるとね、髪型が崩れますから。いいですね。うん。さあ、まあ、いろんな商品あったんですけども、まあ、商品はこの辺で、まあ、困難もありましたよっていうのを紹介しましょう。はい。はい、ラジオネーム、異次元の豚バラさんからいただいた答えです。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかなものを教えてください。余命2年。ちょっとね、ちょっとびっくりしますよね。はい、おじさんの余命、まあ、寿命っていう答えもあったんですけどね、はい、余命2年というのが出るというね。見たくないですよね。うん、さあ続きましてはですね、はい、あ、これ面白かったですね。ラジオネーム特上塩炭さんの答えです。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかなものを教えてください。御社の求人広告を見て働きたいと思いやってきました、よろしくお願いします。これどういうことですか。バイトか何か受けに来たんでしょうね。はあはあ、で頭ピッとしたらこの言葉がバッとこうレジに出てきたんでしょうね。なるほど、これ面白いですよね。うん、普通に言うんじゃなくてね、はい、文字で出てくるという、はい、またこれメッセージ系がもう一つあったので紹介しましょう。ラジオネーム鹿金魚さんからいただきました。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかなものを教えてください。天才科学者です。これからの地球の平和は彼にかかっています。嘘やな。おじさんが地球を救う何かやったのね。はい、まさかの。まさかの。天才科学者が作った何かやったんでしょうね。あ、なるほどね。ということやな。ロボット的な。ロボット的なやつです。
さあ、というわけでございまして、候補はここまでです、はい。たくさん答えいただいた中から、僕の今日の勝負カードを紹介したいと思います。僕の今日の勝負カードは、ラジオネーム、スリミさんの答えです。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかなものを教えてください。マイナンバーが表示され、おっさん慌てる。危ない。これ面白いね。これめっちゃ想像できるんですよ。はい、なんか、はい、リアルです、ね。ああ、ガガガンっていうね。怖い怖い。おじさんがおじさんも何出るか分かってなかったのな。そうでしょうね。多分ね、うん。知ってたらやれへんもんな。やばいやばいやばいってね、マイナンバーが現れる。だいぶやばいですね。はい。さあ、ウェポン。はい。どなたでしょうか、今日は。はい。私が選んだのは、うん、ラジオネーム、キモショーさんです。はい。それでは行きましょう、はい。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかなものを教えてください。おじさんの1ヶ月の給料の額。なるほどね。はい。いくら稼いでるかがバレちゃうっていうね。ね、そうなんですよ。確かに、まあ、レジは金額が出るとこですから、ちょうどいいかもしれないな、確かに。そうですね。なんか何十何、まあ、結構もらってるってなるのか、切ないのか。ね。さあ、はい、いい答えが2つ出揃いました。はい。野村くん。はい。決まりましたか？はい。さあ、それでは今日の野村くんの答えいきましょう。レジでおじさんのバーコード頭にピッとして表示されたまさかのものを教えてください。おー！夜用のソフィー。判定は野村。うわ、なんでやねん、なんでおじさんの頭でそれ出てくんねん。悩んだんすけどね。女性用やろ。いや、悩んだんですよ、僕も。女性が使うものでしょ。悩んだんです。何と悩んでん。ロリエだから。なんでやねんな。一緒やん。同じやんか、それは。メーカー違うだけ。そう、商品名が違うだけでしょ、あなた。悩んだんすけどね。なんでおじさんの頭でそれ出てくんねん。嫌やろ。嫌、うん、ですね。嫌でしょ。謎ですけれどもね。まあでも買ったのは野村くんですから。はい。ステッカーは今回なしと。これ野村くんの腹立つやろ。夜用のソフィーに負けるという。まあでも判定はね、はい、公平にやってくれてますのでね、はい。はい。次回皆さんに頑張っていただきたいと思います。はい。こういった大喜利への投稿をお待ちしております。うん、野村さんの回答に見事勝利することができれば、ステッカーをプレゼントしますので、皆さんぜひ頑張ってください。はい。次回のお題。うん、次回のお題は、うん、秋あるあるです。秋のあるある、結構シンプルなお題ですけどね、はい、秋のあるあるを送ってきてください。はい、どしどしご応募ください。、はい、以上、オーナイトギナイトリナイトのコーナーでした。エロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとり。このコーナーは桜ホテルモザイク、桜ホテルレジェンドの提供でお送りします。このコーナーはエロくないはずなのにエロく聞こえてしまうフレーズでしりとりをしていこうというコーナーです。はい、はい、負けるまでどんどんしりとり続けていきましょう。よし、じゃあ僕からいきますので頭文字ください。はい、まね、ま、はい、まです。まね、はい、まです。オッケー。お、早い。まんじゅう。わあ、わあ。まあまあまあね。はい。よし、まんじゅうですよ。うわあ、まんじゅう。うわって、ね、うわってなんやねんだ。え、なんかいいなーと思って、ね。いいのが出ましたね。はい。よかったよかった。まんじゅうか。まんじゅうですよ。う？うですね、ウェポン。ええー、なってなんやねん。いや、なんか何やこの会話。分かんないんですけど、なんかまんじゅうって可愛いのに。まんじゅうってね、なんかいいの、河野さん。え、いいでしょ、まんじゅう。何やねん、何今の。どんなラジオやねん。まんじゅうのうね、うですよ。ウェポンさんはすぐ赤くなりますよね。ほんまや、昔からですか。そうすいません、なんか何も考えてなかったところから突っ込まれたらなりますね。赤なる、いろいろ想像したしてるんでしょうね。はい、あ、そうですね、それもあります。うーから始まるものをね。うーん、あー、いいですよ、全然絞り出してください。はい、はい、来ました。うーです。うなり声。お、セーフ、セーフ。うなり声ね。うー、危ない。まあそういう人もいるかもしれないですね。何のことでしょうか。うなり声をね、出す方ももしかしているかもしれません。ええやね、野村くん、ええね。
エロくないやつですからね。エロく聞こえてしまうってやつ、うん、直接的なやつはダメですからね。これはね、まんじゅういいですね。まんじゅうぐらいがね、うん、ちょうどいいかもしれない。可愛いし、そう普段別に使ってるしね。そうそうそう、ここでこう改めて言うとなんかね意識して聞くとっていうことだけやから、はい、うん、A ですね。 A です。村さん A いきますか。お A です。えなりかずきの行楽の帽子。え、何が？どういうことや、どういうことやねんな。え、何が？どういうこと？何？行楽の帽子？ん？行楽で働いてる時のね。帽子っていうのがポイント？当たる世間の。うん。帽子っていうのがポイントな？うん。ええの出ましたね。ええの出ても全然ポイント喜んでないで。もうなあそれ。なあそれ。あ、続けるんですね。じゃあ小野さん、し、はい、しです。帽子のし、し難しい。どうしようかな。あ、どうしようかな。はい。お、食パンぐらい柔らかいね。続くんですか。はい、続きましたよ。ね、ね、ねえです。ね、ねえ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 。何が柔らかいかはね、そのリスナーさんの想像に任せますよ。ねえねえねえ。はい。はい、来ました。ねえです。ねちゃねちゃ。そう、なんでなんで？ダメでした。なんですか？ねちゃねちゃ。ほらガムかの音とか。いやまあな。ネイチャーネイチャーとかやったらね。自然自然ってこと。どういうことどういうこと。なるほど。なるほどじゃないや。ご指導ありがとうございます。最後ラストいきますか野村君。悔しい。なんで？チャーかヤーか。聞きたい。チャーでもネチャーネチャーなんでチャーかヤーかでいいよ。さあ、お早い。お願いします。チャーの嫁。ないつけない。エロいけど。エロいって加藤茶さんの奥さんですか。お若い、だいぶお若いからね。俺とお前やね多分。めっちゃ若いんですよね。そんな。あの嫁っていう。はい。ということで、はい、今日は2週しましたね。はい。はい、もうそろそろお時間来ましたので、うん、桜ホテルモザイクは白川通り宝ヶ池バス停西側にあります。桜ホテルレジェンドは西王子今出川上がる一筋目東イル南側にあります。詳しくは桜ホテルレジェンド桜ホテルモザイクのホームページをご覧ください。以上、エロく聞こえてしまうフレーズ縛りしりとりのコーナーでした。よいしょ。プリマダンナの今夜も嫁がないと KBS 京都からお送りしています。半袖の革ジャン。何やねん、半袖の革ジャン。マジで言ってない。ほんまに言ってない。川本さんの今日着てる格好やろ。半袖の革ジャン着てるけど。こう俺の服にいつもよく。ねえ。激、ね、渋っすね。激渋めちゃくちゃかっこいいです。こんなんあんねや。ねえ、かっこ、かっこええわ。いや、関係ないねん。そう。ワンステップビューティーって言え。ね、半袖の革ジャン。山本さんはいつもおしゃれでいらっしゃいますけれども、はい、うん、このコーナーはですね、綺麗になりたい女の子、おしゃれになりたい男の子を応援するコーナーです。はい、このコーナーではヘアスタジオアルスの方にお越しいただいて、毎回トークテーマを決めて髪の毛やスタイルのあれこれをじっくりお伺いしていきます。はい、今日はアルスの山本さんと、そして先週ご出演いただきましたカットモデルの花さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。素敵になりましたね。ね、すごい変わりましたよね。僕もあの選手休んでたんで写真では見させていただきまして、はい、すごい髪型が変わってるなっていうのはありますね。あ、選手は休んでたよ。そうなんですよ、僕ちょっとお休みでダブルアートがね代わりに行ったんですけども。そうそう、何事かいのダブルアート大阪帰ってからも山本さんおもろいな。このデブとは何やよ、分からへんぞ。もういかんの、もういかんのね。お二人もね、山本さんのことすごい気に入っちゃいましたね。ずっと言ってます。山本さんが丸いもの可愛いっていう話をして、うんうん、そうそうそう、ダグがじゃあ爆弾はって言って、山本さんが爆弾可愛いやろって言ったことにもう衝撃を言ってました。あの人爆弾も可愛いと言ってました。ということで、はい、さあ花さん、はい、先週からもうガラリと変わりましたね。いかがですか、うん、自分自身が。まずは感想を。
でも自分じゃないみたいでちょっとまだ戸惑ってるんですけど、それぐらい変化が、でもめっちゃ綾瀬はるかさんに似てる、ね、ほんまや、ほんまですわ。先週より、うんうん、先週から柔らかくて可愛いなと思ってましたけど、うん、より髪型が変わったことで、うん、綾瀬はるかさん似てる、すごい、ね、で前髪もそれぐらい短くて、はい、綾瀬はるかさんって短いイメージあるじゃないですか、はい、で中途半端にね前髪って短く眉毛ぐらいとかで切るとすごい幼く見えるけど、うん、それを超えて上まで切ってしまうと逆に大人っぽくなる、うん、意外に、そう、さらに短くすると、うん、そう、で周りの雰囲気が優しい女らしい雰囲気にこう変えてるじゃないですか、はい、で前髪をちょっと極端に短くするとすごい大人っぽく見えへん、うん、どっちも今ある感じですね、可愛らしさと、うん、でもパッツンっていうよりは左は残ってるんですか、うん、そう、だから足緑、ああ、そうだね、左は長めですよね、髪色も変わってるんですよね、うん、そう、髪色は基本的にはどう、先週よりどう見える、落ち着いて見えへん印象は、うんうん、外側がちょっと明るいのかなってっていう感じですかね、うん、だから選手は全体的にちょっと茶髪、うん、あ、そうそうそう、そんな感じでしたね、買ったんやけど、はい、今回は半分ぐらいまではトーンをだいぶ6レベルぐらいまで落として、はい、根元から半分ぐらいまでは、はい、で毛先は逆にブリーチをかけて、うん、上からアッシュブラウンっていう色なんやけども、はい、それを入れることでレベル的にはね12ぐらいとか結構明るいレベルになってんやけども、うん、トーンが根元からその根元の6レベルもアッシュブラウン の、うん、6レベルぐらいでやってるんで、統一感がある感じで、でもお顔の周りとか前髪とかに関したら、うん、トーンが低いんで、はい、毛先が明るくても落ち着いた雰囲気、そうですよね、落ち着いてるのに明るさもあるという、すごい、そう、顔の周りをこう暗くしてるってことですか、顔の周りと、まあ、髪の毛の全体の長さの根元から半分ぐらい暗くしてる、すごい、はあ、であとはパーマがね、はい、そうそう、くるくるっと、うん、ちょっとこれ巻いてますけどね、あ、そうなんですね、でやっぱり女性っぽさって、はい、やっぱ選手もね、の形が丸は可愛いやろ、はい、うん、こう四角は正観やろみたいな感じのことを言ってたんですけど、はいはい、やっぱりこう女性らしさってこううねりっていうか、はいはいはい、うん、カーブっていうかがあるのが曲線、そう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 、女性っぽく見えるんで、はいはい、その女性らしさで大人っぽさ、うん、で前髪で大人っぽさっていうのを出しながら、うん、でも全体の雰囲気は可愛さをこう強調したようなフォルム、そうですね、うん、っていうのをこう出すと大人っぽいようなこう可愛いようなちょっと色っぽいような、はい、ね、全てを兼ね備えてる、うん、どんな人なんやろうってちょっとね話してみたくなる、うんうんうん、ミステリアスな部分ほっとけない感じがありますよ、楠の瀬誠志郎古いな、ほっとけないよ、いや、ほっとけない感じじゃないの、なんかあどけなさというかね、なんか何ていうかね、気になってんのちょっと気になってます、いや、先週休んだこと今後悔してます、先週も見ておきたかった、先週見ておきたかったから、うん、だからそういう感じありますわ、でも、うん、なんかね、うん、可愛らしさもあるし大人っぽさもあるから、よく似合ってらっしゃいますよ ね、うん、だから面白いのが、はい、結構ハイトーンの部分もあるんやけども、はい、今日の過去なんてすごいこう大人しいっていうか、はいはいはい、お嬢さんみたいな、そうですよね、トップスが白でベース系で、そうそうそう、でしたら、ね、ネイビーベースの、はい、ちょっとお花柄のスカート入ってね、うん、スカートですごいこう綺麗め系な感じやけれども、はいはい、でも全然違和感なく合うやん、そうですね、落ち着いた感じで、うんうん、でもこれがすごいこうカジュアルで、ほうほう、ちょっと やんちゃって言ったら変やけど、例えば本当に、まあ、半袖の革ジャンやなって、そこまでいかずと、こう今年こう各メーカーをしてるライダースとか、はい、うん、流行ってますよね、例えばこれで黒のライダースに下ボルドーのスカートとか、うん、あ、いいですね、うん、でもすごいかっこいいやん、はいはいはい、でそういうふうなちょっとハードな感じでも全然いけるし、それはやっぱりそのなんていうのかな、こう足ブラウンっていうのはちょっと、はい、
ちょっとクールシェードの色なんで、うん、クールに見える、うん、感じ。髪型がどっちの要素も持ってるから、服装もどっちでも合う。うん、花ちゃんがね、うん、あの基本的にどっちの要素も持ってる子なんで、だからそれをよりこう生かすような感じに、うんうんうん、なってて、すごい可愛いなと。可愛いですよね。そういう服も持ってるんですか。はい。あ、持ってるんや。どっちもいろいろ着てます。幅広く。そういう話もしてたんですか。さやくんないものはこのコーナーコーナーが買う。なんで俺、いいですね、なんで俺いろんなもん買うてか。そう、山本さん渡しました。ホワイトワックス。まだや。まだですか。渡してくださいよ。分かった。渡してくださいね。石垣さんにね。そうなんです。いや、買いませんよ、それは。あ、買わないです。なんで僕服もおごらなあかんねんな。え、ライダース買うんじゃん。ライダースおごるわけないやん。おたれよ。なんでな、ね、新しいやつね。何目的でここ来てんの、みんな。服もらえるコーナーじゃないからね。絶対似合うもん。いや、似合うと思います、本当に。河野くんにいろいろ買ってもらえるコーナー、ちょうだい。いや、俺、嫁に怒られるわ。なんで違う女の子にライダースおごってんねん。違いますから。はい、ということで、はい、アホさんも大満足ということで。はい、ありがとうございました。可愛いですね。もうそう言うてもらえたら照れるわね。いいですね。はい、はい、とっても素敵に返信されました、うん、え、今日のカットモデル花さんのカット後のお写真はホームページに載っていますので、はい、ぜひチェックしてみてください、うん、このコーナーではカット、パーマ、カラー、トリートメントなど髪についてのご質問も受け付けております。ぜひ疑問質問どしどしお送りください、はい、ヘアスタジオアルスは御池店、北山店と2店舗あります。詳しくはネットからヘアスタジオアルスと入力して検索してください。ということで、山本さん、原さん、ありがとうございました。ありがとうございました。プリマダンナの今夜も突然ないの KBS 京都からお送りしています。さあ、エンディングでございます、はい、まずはステッカーの当選者を発表したいと思います、はい、東大阪市ラジオネームのピンクさん、香川県ラジオネームでんぷんさん、そして伏見区ラジオネームハールンさん、以上3名の方にプレゼントします。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてですね、はい、メッセージもいただいております。お、ラジオネームうどん県大好きさんからいただきました、はい、この番組金曜日に移ったんですね、金曜日に変わって初めてのメールです、うん、この間にラジオネームを変更いたしました。もともとはですね、フラッグ大好きさんという方でしたけども、はい、変わってうどん県大好きさんになりました、はい、そして今日のテーマジンクスですね。私のジンクスは、私が見に行く野球の試合は勝つことです、うん、これまでに高校野球を何度も見に行きましたが、1試合を除いて全て勝っています。あ、1試合だけ、はい、何があったんでしょうね。で、勝ってるっていうのも、その負けてる人もおるわけやんか、応援してる、ひいきにしてる方が勝ってるとそういうことかな。そうそうそう、そういうことやんな、うん、部活が勝ってる、負けてる人もおるわけで、そうやな、応援してる方が勝ってるんでしょうね。そういうことやね、多分ね。なんか勝負ごとの時見に来てほしいですよね。ほんまやね、へ、うん、すごい。それジンクス、まあ、1試合は除いてというね、うん、ど何試合見たんかな。そうですね、何分の1なんのやろな、この確率っていうのは。やったらちょっとね、もうちょっと、あ、でもだいぶ見に行ってあるんでしょうね、この書き方やったら、うん、なるほど。ジンクスな、自分がなんかするときに絶対これみたいなのあるかな。決まったことある、そういうの。おい、気持ち、ジンクスが、まあその願掛けっていうか、はい、俺はでもそのなんか大事な時にレッドブル飲むっていうのは、なんか自分の中でその最初はそのカフェインが入ってて元気出るみたいなで飲んでたけど、はいはい、なんかそれが癖にはなってきちゃったというか、うん、なんか、うん、まあ、それこそ単独ライブの前とかは、はい、レッドブルを飲むようにしてるね。なるほどな、じゃあレッドブル飲んでへん時あんま大事じゃないんや。発見しちゃいましたね。 KBS さんでレッドブル飲んでるの見たことないから。いや、そういうことじゃないんですよ。そう言うとそういう感じになるけど、ああ俺は大事な仕事の前はラム肉を呼ばれんねんけど。嘘つけよ、毎回見たことない、見たことない、毎回 KBS 前はラム肉を食うてないやろ。素晴らしい。どこでよ、ラム肉食べれるとこある、この辺で、うん、絶対嘘やん、そんなラム肉の匂いしたこと一回もないで。木屋町で呼ばれて、へ、うん、一回寄っていくの。寄っていく、うん、だいぶ早出なあかんと思うから。ラム肉、なんでそんな変なジンクスつけたん。なんでラム肉にしたんや。参っちゃうよね。なんやねん、そのしゃべり方。
急に誰や、うん、誰なん。クソあんまないから、まあ、ルーティーンみたいなのはね、なんかあ、うん、自分の中の、はい、人から言われて、うん、やってるよねって言われて、ああまあ確かにみたいなのは結構。何ですか、例えば。なんか漫才出てくとき僕は鼻触ってるらしいです。あ、触ってるね。あ、出る直前、はい、て出ていくときに一回こうやって触って、うんうん、まあ、なんかやってみたいですね。癖なんかな。自分で分かってんのは気合いちょっと今日体調悪いなとか、今日はお客さん少なくてちょっとテンション低いからちょっといつもよりかましたらなあかんなとか思ってる時は飛んでます、うんうん、袖で。ああ、してるしてる、うん、飛んで、あーってちょっと大きい声出してから行くな。野村は確かに。そしたらグッと入るんですかね。なんかね、気合を入れてるのかな。河野はずっとうろうろしてます、うん、あら、俺は袖をうろうろしてるな。確かに落ち着きない。ジンクスなのか昔のゲームみたいな。逆に止まってると緊張するんですよ。あ、動いてない、動いてる方がなんか楽というかね、うん、それはありますね。まあまあ人それぞれね、いろんなジンクスあると思いますけどもね、はい、うん、今日はいろんなジンクス送っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ちょっとね、告知もさせていただきます。10月の17日ですね、月曜日夜の9時から吉本漫才劇場で、まあ、昨日は漫才の単独やったんですけども、コントの単独ライブがありますので、ぜひよかったら来てください。コントね、新ネタコントをほんまに8本9本しますんで、はい、ネタのみ1時間でございますので、ぜひよかったら来てください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一ついいですかね。はい、京都国際映画祭2016のお知らせでございます。はい、映画もアートもその他も全部をテーマにですね、10月の13日木曜日から16日日曜日まで開催されます。映画だけではなく、アート、パフォーマンス、工芸、演芸などあらゆるエンターテインメントが集まりまして、京都の皆様、京都を愛する皆様と一緒に楽しみ参加し、新たな映画文化を作る映画祭です。そしてそのね、映画祭の中で行われる企画がありまして、人材才能の発掘育成を目的としたプロジェクト、クリエイターズファクトリーという企画がありまして、それの作品を現在募集中でございます。はい、あらゆるクリエイターが表現できる場として世界に発信することを目指し、映画、映像、アートはもちろん多彩なジャンルの表現者から広く作品を募集しまして、昨年大好評だった子ども部門の募集もしております。はい、ということで映画祭、そしてクリエイターズファクトリー、どっちもですね、詳しくは京都国際映画祭2016のホームページをご覧ください。はい、よろしくお願いします。はい、ということですね。はい、うん、30秒。いや、言わんでええねこれぐらいちょっとね、余裕あろうがいいでしょ。はい、あの芝居もね、10月25、26にね、はい、ありますからね。吉本漫才劇場で夜、うん、7時半から愛しい人という僕が脚本と演出と出演を務めます、お芝居があります。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、ということでちょっと金曜日に戻って、うん、僕も今日からなので、お疲れした、ほんまにお疲れしたって何やねんな、うん、これから金曜日ね、お聞きいただく方にも親しんでいただけるように頑張りますので、はい、はい、2年目